第78回の都市対抗野球大会決勝戦を迎えました。今年は首都圏対決、東京都の JR 東日本と川崎市の東芝の対戦です。 JR 東日本は初優勝を狙います。川崎の東芝は8年ぶりの優勝を目指します。優勝経験のあるチームと初めて決勝に駒を進めたチームの対戦、東京都神奈川の対戦です。この試合は解説日本ツーン元監督の杉本康彦さん、そして応援席リポート一塁側が小西彩子さん、桜崎歩美さん、三塁側が袴田真由子さん、阿保裕樹さん、実況矢野由彦でお送りしてまいります。一塁側に JR 東日本、三塁側に東芝、試合開始を前にもうスタンドは両チームのチームカラーで埋まってきています。三塁側の東芝はおなじみ赤、そして一塁側の JR 東日本は緑、両チームのチームカラーでこのスタンドが埋め尽くされて、今日は3階席まで応援団が詰めかけています。素晴らしい舞台の中での今年の決勝戦になります。これから両チームのチーム紹介がスタンドを前に行われるところです。東京都の代表と川崎市の代表の対戦になりました。東京対神奈川の都市対抗決勝の対決です。今年も32チームが参加して始まりました都市対抗野球。各試合非常に熱戦が繰り広げられてきまして、ここまで非常に見応えのある攻防が続けられてきました。今日の決勝戦も非常に楽しみな対戦です。解説は日本ツーン元監督の杉本康彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろお話しされたいことがあるチームだと思いますが。そうですね、本当に、両チームともですね、はい、やはり、両チームとも、ここ決勝にですね、はい、出てきて当然かなと、そういうようなチームなんですけれども、それぞれですね、苦しい戦いも戦ってきておりますので、ね、はい、本当にそういった意味では非常に楽しみなゲームだと思います。そうですね、はい。川崎の方はもう優勝経験選手を数多く揃えてますし、はい、その辺の経験がこの決勝でまた生きてくるかというところにもなりますが、はい、東日本、JR 東日本の方は逆に優勝戦、決勝戦の経験のない選手ばかり、これがかえって大きな力になるかもしれないというところ。そうですね、堀井監督自体はですね、はい、三菱岡崎でですね、決勝は経験はあるんですけども、はい、選手の方はですね、はい、ほとんど、初めてというふうな選手ばかりだと思いますので、はいはい、その辺どういうふうな対決になるか、なかなかチームのメンバー構成も対照的な両チームです。それでは応援席リポート、今日は先行東芝ということでまず三塁側からいきましょう。三塁側の東芝応援席は袴田真由子さんと阿保裕樹さんです。袴田さん、阿保さん、よろしくお願いします。はい、優勝まであと一つ。ここまで応援席を引っ張ってきた応援団員たち、今日は手に優勝と書いてこの三塁側に乗り込んできました。私たちも優勝応援団の一員として頑張ります。後ほど熱いリポートをお届けします。はい、よろしくお願いします。三塁側は袴田真由子さんと阿保裕樹さんでした。そして後攻めが JR 東日本一塁側です。一塁側の応援席リポートは小西彩子さんと桜崎歩美さんです。小西さん、桜崎さん、お願いします。はい、一塁側です。 JR 東日本初の決勝戦進出となりました。この大会の1回戦の直前にですね、石川キャプテンが今回は日本一しか考えていないとお話ししていたんですが、まさにその悲願の優勝まであと一つとなりました。そして応援部の方なんですが、試合開始4時間前から念入りな打ち合わせをしていましたよ。スタンドも一体となって頑張って応援していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、一塁側からの応援席リポートでした。小西彩子さんと桜崎歩美さんでした。今日は両チームともに大応援団ということになってますので、この応援席リポートもちょっと今日は大変かもしれません。杉本さん、よく入りましたね。そうですね、本当にありがたいですね。はい、はい、社会人野球の頂点を極める戦いにふさわしい舞台が今整いつつあります。さて、それではここまでの両チームの勝ち上がり、まずは三塁側の東芝からご紹介しましょう。こちらは神奈川の第一代表、順調に勝ち上がってきているという中では、苦戦をしたのは2回戦 NTT 信越硬式野球クラブとの対戦、これが延長戦に入っての西郷選手のサヨナラホームラン、際どい勝負でした。それ以外は圧勝、昨日の準決勝も JR 北海道戦、勢いに乗ってきているチームではありましたが10対1と圧倒、もうちょっとでコールドというところまで行って、
まあ、結局1点を返されて9回までのゲームにはなりましたが、その準決勝のハイライトです。3回まで0対0、4回の表を抑えた東芝、4回の裏の攻撃、打順2回り目の2番平間からの打順でチャンスを迎えて、まず3番の渡辺、補強の選手ですが、渡辺のタイムリーヒットで1点を先制します。 3-4-5 クリーンナップは補強選手で固めている東芝、ただ突破口を開いているのが平間というところが今大会の鍵です。そしてさらにその後チャンスを広げて、ここは、ランナー2人置いたところでの内野ゴロはアウトになりましたが、石塚がその後しぶとくレフトに持っていきました。4回の裏まず2点を先制します。これで JR 北海道の先発の清野投手をノックアウト、2番手に上がった神田を攻めて5回の裏がビッグイニングになります。バッターは主砲の西郷、三菱ふそう川崎からの補強、大ベテランの西郷がこの5回にもいいところでヒットを放ちました。その後この5回はこの西郷のヒットを含めて一挙6点、8対0。さらに6回の裏、今度は渡辺、低めのボールをうまくすり上げて右中間のスタンドへ、大会41号のツーランホームラン、これで10対0とします。このまま7回の表を0点に抑えればコールド勝ちということでした、東芝ですが、その7回の表 JR 北海道も意地を見せます。変わったピッチャーを攻めてバッターは岡田、このタイムリーヒットで1点を返しました。10対1、これで JR 北海道がコールドを免れて、その後7回8回東芝はあと1点取ればもうその時点でゲーム終了というシーンがありましたが、点にできず、結局は10対1、ピッチャー佐藤、清水、山川というリレーで逃げ切りました。東芝が10対1で JR 北海道を破っての決勝進出を決めています。内容的には、まあ、際どい勝負はあったにせよ、力で圧倒してきたここまでの東芝、オール神奈川という今年の東芝のメンバー構成ですが、その実力を発揮しています。そして今日は決勝戦、かつて決勝戦を多く優勝も経験している選手を抱えているだけに、その経験が生きそうです。一方の一塁側の JR 東日本、こちら、その1回戦からの戦いを振り返っていこうと思いますが、こちらも順当な勝ち上がりでした。JR 西日本、JFE 西日本戦7対2、日本生命戦も4対0ですが、危なげのない勝利。そして準々決勝王子製紙戦、1対0で終盤までもつれ込む際どいゲームになりましたが、8回にダメを押して3対0。そして昨日の準決勝は東京勢同士、鷺宮製作所との対戦でしたが、細かい点の取り合い、試合終盤までもつれ込む接戦になりましたが、結局鷺宮製作所を振り切っています。それではその昨日の準決勝のハイライトです。1対1で迎えた5回の裏、この回は、これは3回の攻撃ですね。先制点を挙げた場面、市場の犠牲フライで1点を取ります。そして1対1に追いつかれた5回の裏です。3番の平野のタイムリーヒット、昨日は2番に入った市場選手がいいところでチャンスメイク、あるいは打点も挙げていました。2対2同点で迎えた8回の裏、先頭の片岡が39号のソロホームラン、勝ち越し。今大会当たっているこの4番の片岡、昨日の試合でも2安打と活躍しました。決勝のホームラン、これが結局決勝点になります。その後もう1点を追加する JR 東日本、今度は下位打線がつながってのタイムリー、片岡チャンスメイクというような試合もこの大会にはありました。この8回の裏、結局ホームランの後のこの1点も大きくものを言いました。池田のタイムリー、9回の表には先頭の秋山にホームランが出て、金本にホームランが出て1点を返します。 JR 東日本、これで1点差に詰め寄られますが、最後をしのいで4対3、1点差の勝負、東京勢同士の対戦をものにして、昨日は JR 東日本が勝って初めての決勝進出を決めています。
2回戦それから準々決勝2回戦は1人のピッチャー斉藤隆投手、そして準々決勝はピッチャーのつなぎで、相手打線強力な予選のブロックから勝ち上がってきた強豪チームを、圧倒しました。で準決勝、手の内を知り尽くした同士の鷺宮製作所との対戦の接戦をものにしたということで、 JR 東日本もいい形でここまで勝ち上がってきています。この両チームの対戦です。真ん中を打ちます片岡。両チームともに打線の雰囲気はいいですし、そして今日は先発ピッチャーは満を持して、東芝が磯村投手8年目、そして JR 東日本が斉藤隆投手7年目、エースピッチャーを持ってきています。そういった意味でも四つに組んでの戦いが期待される今日の決勝戦、両チームの選手が出てきました。これから試合開始前の挨拶です。堀井監督と印出監督が握手を交わしました。若干、体調の方に不安を抱えていらっしゃる堀井監督の方は今日も様子を見ながら、昨日も指揮を取りました浜岡コーチ、がサインを出すというシーンもどうやらありそうです。ただ準優勝を三菱自動車岡崎時代に経験している堀井監督、その監督の手腕采配というのも JR 東日本にとっては大きな存在です。スターティングメンバーご紹介しましょう。先行三塁側東芝、1番がセンターの伊関、2番がサード当たっています平馬、3番がレフト渡辺秀則、三菱重工横浜公式野球クラブからの補強選手、4番がファーストミスター社会人西郷、三菱ふそう川崎からの補強選手、5番が指名打者の小山日産自動車からの補強で3連連続決勝戦進出です。6番がライト大河原、7番がセカンド石塚、三菱ふそう川崎からの補強、8番ショート加藤、9番がキャッチャーの安田、先発ピッチャーは磯村です。三塁側東芝の印出監督です。これから決勝戦始球式が行われます。左のバッターボックスに伊関選手が入りました。松永玲一さんによる始球式です。和歌山住友金属の監督も務められました。社会人野球に大きな貢献をされました松永玲一さんの始球式。これから試合が始まります。 JR 東日本が守りにつきました。1回の表の守りです。今日は JR 東日本が後攻め、マウンド上にピッチャー斉藤隆が上がりました。そしてキャッチャーが沢、ファースト片岡、セカンド池田、サード石川、ショート交互、外野レフト北道、センター一場、ライトが中尾、指名打者は平野という、こういう JR 東日本のスターティングメンバーです。さて斉藤投手がマウンドに上がりました。今大会は2回戦日本生命戦見事な完封シャットアウト、大宮東高校から帝京大学です。さあこの斉藤投手対今日は磯村投手というエース対決にもなりますが、この辺を踏まえて今日のポイント、杉本さんどの辺に置いていらっしゃいますか。そうですね、両投手ともですね、はい、もう本当に、経験も豊富でですね、はい、まあ、本当非常にいいピッチャーなものですから、ただやはり、両チームとも逆にですね、はい、関東なものですから、もうすべてですね斉藤君の、特徴も磯村君の特徴も両チーム、分かっていると思いますので、ね、はい、ですから本当にこれは、ピッチャーの今日調子がいい方が抑えると、はあはあ、はい、っていう風な状況になると思いますけどね、はいはい、まずは立ち上がりのピッチャーの調子出来ですが、バッターボックスに東芝トップバッターの伊関が入りました。さあ決勝戦試合が始まりました。6時5分の試合開始、1回の表、まず左バッターを迎えているピッチャーの斉藤、1球2球とボールです。満を持しての登板です両エース。まずはこの斉藤隆の立ち上がり、3球目でストライクでワンツーです。キャッチャーは沢、堀井監督と一緒に三菱自動車岡崎から移ってきました4年目。ワンスリーです。
わずかに外れました。先頭バッターフォアボール。この表情斉藤、惜しいですね。まあ、でも決勝のマウンドというのはやっぱり何か違うでしょうか。やはり緊張するんでしょうね、はい。まあ、表情はですね、はい、そんなに緊張している表情じゃないんですけれども、やはり体がですね、はい、自分の思った通り動いてないのかもわからないですね。先頭バッターフォアボールで出塁。そしてバッターボックス2番10年目の平馬が入ります。今大会ご覧のように6割4分3厘、まあ、ここはバントはないと思いますんでね、はい。とにかく東芝はこの平馬が非常に当たってますので。そうですね、ですから、まあ、通常だとですね、はい、ここ送りバントっていうのが多いんですけれども、ここは多分打ってくると思うんですけどね、はい。初球はヒッティングの構えです。ストライク。まあ、本当に、印出監督もですね、はい、決勝というふうなことを意識せずに、今までの試合の通りですね、はい、まあ、本当ひょっとするとですね、硬くなると先取点とかっていうことを考えてですね、バントっていうのこともあるんでしょうけども、はい、やはりここはもうヒッティングですね、はい。この平馬選手は10年目、東芝の優勝というのは、前回は1999年、平成11年ですが、その時はまだこの平馬選手は今ご覧いただいていますが、東芝府中にいました。東芝府中最後の年でもあったわけですが、その翌年に東芝に移ってきましたので、この川崎の東芝ではまだ平馬選手は優勝経験がありません。東芝が考えてみればちょっとその間隔が空いたわけですよ ね、 優勝間隔ね、はい。まあ、その間にですね、JR がですね、はい、かなり力をつけてきたと、そういうのは今縮図ですね、はいはい。2エンド1。サード横のフライですが、左の方に切れていきます。赤一色の三塁側のスタンド。この平馬と同期生というのが、9番キャッチャーで安田選手が入っていますが、安田選手も、同じように東芝府中から移ってきた選手で、この川崎の東芝での優勝経験ということになるとない選手がほとんどで、ここで優勝経験がある選手は他のチームに補強をされたか、あるいはまたこの大会他のチームから補強をされている選手。ただ優勝経験は豊富です。バットが折れました。その打球がショートの上を越えた。レフト前に落ちました。2番の平馬、今大会へ来てこれで10本目のヒット。ヒットの数が2桁になりました。ショートオーバー。バットが折れましたが、勢いを持ち越してますね。そうですね、斉藤投手のですね、はい、特徴は、まあ、この画面からではあまり感じられないんですけれども、まっすぐがですねちょっとスライドをするんですね、自然に、はい。ですから右バッター の、 インコースに来るボールがですね、かなりやっぱり食い込んでくる。今のボールも真ん中近いんですけれども、その分だけですね、スライドしている分だけやっぱり、はい、まあ、いいところに落ちましたけれども、はい、まあ、右バッターはそのボールをどういうふうにして攻略するかというところが課題になってくると思いますけど、はい。ピッチャーは斉藤です。バッターボックスには3番の渡辺秀則を迎えています。三菱重工横浜公式野球クラブからの補強選手ですが、三菱ふそう川崎に補強されて優勝を何度も経験しています。1回の表早くも先制点のチャンス。川崎東芝三塁側のスタンド。バッターボックスは3番の渡辺秀則。ストライクが1つ入ってワンツーです。1番の遺跡、それから3番の渡辺に対してノーツー。ピッチャーにとっては苦しいカウント。そこからストライク1つ。先頭の遺跡フォアボール。2番の平馬がヒットでランナー二塁一塁。ワンスリーになりました。キャッチャーの沢、ここでの
要求はどういう要求になるでしょうか。いやもうインコースだと思うんですけどね、はい、キャッチャーはさあちょっとインコースの低めに構えた、そこへ投げ切るか。これはまずまずのコースに来ました。 2-3 下手にアウトコースでですね、逃げると逆に行かれるような気がしますけどね、はい、これはもうノーアウト2塁1塁でこの 2-3 というカウントでいきなりもうこの決勝戦の山場が1回に来たようなもんですね。バッターは渡辺秀則。マウンド上の斉藤はですね、かなりあの、ローボールヒッターなのでね、まあ、本当に、ここは注意して投げた。これは左に切れます、ファールボール。このカウントですからね、非常にこうピッチャーとしては苦しい、はい、本当ピッチャーとしてはですね、低めに投げてっていう風なあの気持ちなんですけど、やはりバッターがですね、やはり低めに強い、渡辺君というところでですね、非常にやっぱりインコースの高めつきたいんですけど、一つ間違えばという風なところで非常に難しい投球になってますね。そうですね、はい、ノーアウト二塁一塁で 2-3 7球目いいところに行きましたが、これもファール。なかなかあれで打ち取れないんですね。そうですね、まあ、本当ですと今のボールでですね、はい、インフィールドの中にゴロが転がってほしいんですけどね、ピッチャーとしては、それがファールになっているというふうなところですね、はい、本負けしないように、はいはい、二塁一塁ノーアウト 2-3 で8球目レフトへ左に切れていきます。2人ランナーがたまって 2-3、 もうこれで1人ランナーを続けて出してしまうと満塁で西郷ということになりますので、そうですね、まあ、本当にあの今のコースに投げ続けるしかないですよね、はいはい、今のコースへ行っておけば多分ファールだと思うんですね、はい、そしてひょっとするとですね、内野ゴロというような可能性ですね、はい、このボールはこれもファールです。本当に、ピッチャーとバッターコンクラベになっていると思いますけど、昨日もホームランを打っている渡辺秀則、2000年、2003年、2005年と三菱自動車川崎あるいは三菱ふそう川崎3度優勝していますが、その3度全部補強されて優勝メンバーに加わっています。 2-3 で10球目高め外れた、フォアボール。これで満塁です。ノーアウト満塁、一塁側のダッグアウト、堀井監督はベンチの中。その堀井監督に代わって白鳥コーチがマウンドへ行きます。ピッチャーのこういう間に関してはここは白鳥コーチ。ノーアウト満塁で西郷を迎える場面です。これはいきなり決勝戦大きな山が来ました。チームのピッチャーにかかる期待度っていうのがものすごく高いだけにね。そうですね、満を持して送り込んだ斉藤、それをピッチャーも息に感じて投げているはずですが、若干いつものピッチングとは違うかもしれません。さあ4番の西郷です。今年社会人17年目、もう 今やミスター社会人になりました西郷です。まず初球ボール、これも外れた、ノーツー。あの西郷君ですね、まあ、全日本の4番も打ってですね、はい、非常にあの長打力もあるんですけど、はい、一つですね、非常に選球眼がいいんですね。ですから本当にあの四球フォアボールですね、はい、あの選ぶ確率がですね高いんですよね。これは見てストライク、いいコース、ようやくいっぱいのところに入りまして、ワンツー。
苦しいですよね、斉藤君ツーボール、はい、ワンストライクというような形で逆だとですね、はい、やはりストライク先行がやっぱピッチャーの基本ですからね、さあライト上がっていった打球です、フェイいっぱいまで追いかけていってもう見上げました、満塁ホームラン、西郷が右手を突き上げました、ミスター社会人17年目決勝戦で先制の満塁ホームランです。今大会自身3本目、大会42号、1回の表大きな4点が東芝に入りました。三塁側がもう早くも大騒ぎになっています。この打球です、打った瞬間ですね、はい、まあ、スライダーですけどね、はい、素晴らしいホームラン、最後4点先制、まだノーアウト、バッターボックスには小山、西郷選手自身はこれが数えたら多分5回目の決勝戦ということになるんだろうと思いますが、で決勝戦負けたことがないっていうところがすごいんですよ ね、 すね、バッターは小山、こちらは日産自動車の主砲、一気に4点が入りました。一気にこの川崎に流れが傾いた1回の表の攻撃、まず最初のアウト、4人バッターと対戦してまだ取れないという、そうですね、まあ、やはりあの東芝の打線がね、はい、あのいいということでかなりあの丁寧に斉藤君入ったんですけど、はい、少し、意識しすぎたのかなというような感がありますね、はい、これはセカンドの正面です、一塁に送りました、ようやく一つアウトが取れました、ワンアウト、セカンドの池田から片岡にボールが渡りました。小山選手は一昨年去年と日産自動車が決勝に駒を進めていますので3年連続の決勝戦、日産自動車時代には98年自チームでの優勝の経験があります。バッターボックスは大河原、今日もこの東芝の流れ、1回戦とそれから昨日の準決勝で2桁得点を挙げた東芝、打線がいきなり爆発しました1回の表ですが、ただ昨日も、10対0から10対1にされて7回8回1点取ればその時点で終わり、早くゲームが終われるというその行動にできそうなところでできなかったということは、入りそうで入らないということもありますからね。そうですね、サードがさばいて1塁へ、これで2アウトになりました。まだ始まったばかりです。これだけのチームですからもう点を取るときには簡単に取っていくんですけども、じゃあ1点取りに行ったときに取れるかというとそうでもないのが野球の面白さですね、やはりピッチャーがですねストライク先行でどんどん来るとですね、そんなにバッターっていうのもですね、あの打てるもんじゃないですからね、やはりカウントを悪くして、カウントを取りに来たボール、甘いボールを通打されるというふうなところですからね、はい、バッターは石塚、三菱ふそう川崎からの補強選手、最初はローソンにいましたので三菱ふそう川崎での優勝は2003年と2005年で経験しています。バッターの石塚、ここはストライクが入って2エンド1、こういうピッチングでいいんでしょうか。ああそうですね、はい、ショートへのゴロです。満塁ホームランの後内野ゴロを3つ、セカンドもサードもショートもそしてファーストも、ボールに触って、これでまあリズムは掴んだかもしれません JR 東日本。しかし1回の表、ミスター社会人17年目西郷に満塁ホームランが出ました。4点を東芝が先制しています。これから1回の裏の
JR 東日本の攻撃へ移っていきます。大きな4点が1回の表に入りました。それではこれから攻撃に移ります JR 東日本のスターティングメンバーをご紹介しましょう。こちらは決勝戦初めての進出、初優勝を狙います。そのスターティングメンバーです。1番がレフト北道、2番がセンターの市場、3番指名打者平野、4番ファースト片岡、5番ライト中尾、6番キャッチャー沢、7番サード石川、8番ショート高吾、9番セカンド池田、先発ピッチャーは斉藤隆。1番の北道、3番の平野、それから8番の高吾が NTT 東日本からの補強選手です。一方の東芝守りにつきました。その守備です。マウンド上エース磯村投手が上がりました。キャッチャー安田のバッテリー、ファーストが西郷、セカンド石塚、サード平間、ショートが加藤、レフト渡辺、センター伊関、ライトが大川原、指名打者は日産から補強の小山です。磯村投手がマウンドに上がりました。背番号19番、30歳の磯村ですが、1977年8月9日の生まれで、今年社会人は8年目、東芝に入ったのは2000年ということですから、東芝の最後の優勝は1999年。ここまでエースで頑張ってきましたが、まだ自チームの優勝を知りません。その磯村が決勝戦のマウンドに4点もらって上がりました。今大会は2試合に投げてまだ失点がありません。西郷の満塁ホームランで4点の援護、これはすみません、この磯村にとっては大きな援護点ですね。そうですね、はい。まあ、本当ストライクを先行できるピッチングが、はい、可能になりましたよね。はい、バッターは北道。JR 東日本にとっての課題はこの 1,2 番というところですが、昨日今日と準決勝決勝、この1番 NTT 東日本から補強の北道で、2番が市場というオーダー、これがどう機能するかということでもありますね。市場君はかなりいい仕事をしだしましたね。はい、もう4点取られましたから、とにかく JR 東日本は打っていくしかないというようなところでの、いい意味でこうピッチャーに向かっていく集中力というのは高まるかもしれない、ね。はい、先頭バッターは141キロのボール、空振りの三振、ワンアウト。いいボールですね。はい、伸びのあるボールでした。力む癖があったんですけどね、はい、磯村投手もね、非常に今日は本当緩急といいますかね、まっすぐがですね、はい、130後半のまっすぐ、ストライク取りに行くこのまっすぐですね、はい、それと今勝負に、行ったですね、140キロを軽く超えるまっすぐって使い分けてますよね、はい、それもまあ、4点入った余裕がなせる技だと思うんですけどね、通常ちょっとですね、はい、悪い時にはですね、力む癖がありますのでね、はい、一本調子になる癖があるんですけれども、早めにこういう変化球も交えての、まあ、今日の要するに出来次第というお話がありましたけども、マウンド行ってのバッターと対した時の感覚をつかむっていうのでは、本当にこの4点のリードでいろんなこう試しができますよね。そうですね、レイガーは印出監督、東芝前回優勝の時のキャプテンです。2番の市場も三振に取りました。142キロのボール、左2人を三振で取りました。ツーアウトを取ったピッチャーは磯村。バッターボックスには3番の平野が入ります。NTT 東日本からの補強選手、変化球2つ、ツーナッシング、4点を追います。立ち上がりに早くもリードを許しました JR 東日本。2エンド1です。
キャッチャーは安田。三塁ゴロ、前進してきて取りました。サードの平間、一塁へ。ちょっと低いボールですがすくい上げました。一塁手は西郷。1回の裏、結局この東芝磯村投手はランナーを出しませんでした。北道一番を三振、3番の平野をサードゴロで打ち取って好スタート。1回終わって4対0東芝リードです。これから2回の表の東芝の攻撃に移っていきます。それではもう4点取って大騒ぎになっているかもしれません。三塁側の応援席リポート、袴田真由子さんと阿保由紀さんです。お二人よろしくお願いします。はい、初回に西郷選手の満塁ホームランで勢いに乗っています三塁側です。皆さん手にはこのうちわを持っているんですが、これただのうちわじゃないです。魔法のうちわなんです。名付け親、応援団最年長の山田さんにお越しいただきました。山田さん、これどういうことなんですか？8年ぶりに優勝を目指します、我々東芝野球部が、スローガンに掲げてます、よみがえれ赤い軍団、東芝旋風ということで、この赤い面をグラウンド側に向けますと東芝旋風が巻き起こり、東芝野球部がそれに応えてくれるという必勝のうちわなんです。それで今日はこれが魔法のうちわから勝利のうちわとなりました。勝利のうちわです。赤い軍団応援席から勝利の追い風を送っています。はい、三塁側からの応援リポートでした。この東芝の赤がまた決勝戦に戻ってきたという今年の大会。4対0リード、試合は2回の表、先頭の加藤が打ち上げてセンターへのフライです。ワンアウトです。東芝は1978年昭和53年の大会に優勝、それからは5年周期というのが一つジンクスで、78年、83年、88年、88年は東京ドームができて最初の大会ですが、5年周期で優勝、その後91年、99年と優勝してますので、8年周期に今度は変わったのかなと。今年優勝するとまた8年ぶりということになりますが、先頭バッターデッドボールで出塁です。2番目のバッターの安田がワンアウトからデッドボールで出塁です。ワンアウト一塁。しばらく東芝は優勝から遠ざかりましたが、その間に優勝経験を積んできたチームの選手を補強して、今年はオール神奈川。1番に戻ります。打順は1番、バッターボックスは伊関。ワンアウト一塁です。このままの流れで東芝が攻撃を続けていくと、もう一方的になりますから、はい、どっかで JR 東日本は止めなきゃいけないですね。そうですね。またここもノーツー。ちょっとこのカウントが目立ちます。珍しいですよね、コントロールが非常にいい斉藤君にしてはですね、はい、やはりそういったやっぱり東芝の強打っていうのが、意識させるんでしょうね、はい、普段の東芝というのにこう一回り重みが加わっているチームですからね。そうですね、補強制度、はい、ノースリこれで 2-3 になりました。できれば先にストライクからという持ってき方をしたいピッチャーの斉藤です。それが普段の斉藤君のピッチングですからね、はい、なかなか今日はそれができないでいます。 2-3 ショートへのゴロ、セカンドへ送球、一塁へボールが返ってきました。これはダブルプレー。左バッターではありましたが、1番の遺跡をショートゴロ併殺に打ち取りました。ピッチャーの斉藤、ピンチを切り抜けました。ふっと一息。2回の表を終わりました。4対0で東芝がリードしています。これから2回の裏、一塁側の JR 東日本の攻撃です。4点はリードされましたが、今ダブルプレーがあって
ちょっと流れを変えていこうかというところ。それではその一塁側の応援席リポートです。一塁側は小西彩子さんと桜崎あゆみさんです。お願いします。はい、一塁側は小西です。JR 東日本4点のビハインドとなりましたが、負け返しはここからですということで、今日先発の斉藤投手のお父様とお母様に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。ちょっと苦しい立ち上がりでしたね。今からです。緊張してたんですかね。今回はだいぶ緊張してるみたいです。お父様もちょっと緊張されているようですが。あ、そうですね、もうドキドキです今は。でもね、今は抑えましたからね。ここから調子に乗っていくんじゃないですか。そうですね、これからは絶対打ってくれます。じゃあ打線に期待ということでね。お母様、今までも野球の応援には駆けつけているんですか。小さい時から応援行きました。少年野球の応援っていうのは大変だったんじゃないですか。そうですね、でも楽しいことがいっぱいありましたので二十数年間応援にいらしているということなんですね。では斉藤投手にどんなピッチングをしてほしいか一言お願いします。これからまだまだ頑張れると思いますので、はい、いいピッチング期待しましょう。そうですね、やります、はい、じゃあ斉藤投手の力投に期待しています。以上、一塁側でした。はい、一塁側の応援席リポート、斉藤隆投手のご両親にご登場いただきました。2回の表はノーヒットに抑えて反撃につなげるかというところですが、2回の裏、4番の片岡からです。チームのスターティングメンバーの中では一番の経験豊富なバッターボックスの片岡、8年目。アウトコースいっぱいに決まりました。2エンド1対磯村、磯村対片岡の対戦ですが、この片岡選手も今大会いいですね。そうですね、本当にでも磯村君力みが感じられないですよね、はい、非常にいいピッチングだと思います、ね、はい。これをファールで粘りました。本当昨年まではですね、はい、磯村君のイメージっていうのは本当にこの、サイドハンドからですね、150キロ近いストレートでですね、威力のあるボールを、投げ込んできたんですけども、ともするとですね、衝突してですね、はい、一発食らうというふうな、感じがあったんですけども、非常にもう本当になんか、一皮むけたなっていうふうなピッチングしてますね。ほんのちょっとしたこう出し入れとかそういうところでもバッターはかなり幻惑されるようですね。そうですね、ですからまっすぐがですね、まあ、本当に2種類あるというのは非常に厄介だと思いますね。はい、インコース近すぎた、これは当たりました、デッドボール。4番片岡、今大会のこの JR 東日本は4番の片岡選手がまず出ていって、そこからチャンスメイクをして下位打線で返すというようなシーンも目立ちます。さあ今度はランナーが1人ノーアウトで JR 東日本に出ました。バッターボックスには中尾。そうですね、早い回にですね、1点取る、はい、そうするとですね、また流れがですね、どっちに行くか分からなくなりますんでね、はい。今大会6本のヒットを打っている5番の中尾です。中尾選手もだんだん雰囲気が良くなってきましたよね。ああそうですね、本当中尾君は本当にいいバッターだと思いますね、はい、3年目です。BL から青山学院大学、ここで緩い球を使ってきました。ワンエンドワン、速いボールにも振り負けないスイングの強さとですね、はい、やはり一番いいのはやっぱり開かないというのが一番いいですね。はい、ピッチャー返しの打球、ショートの右、破っていきました。ファーストランナーのスターター遅れましたが、今ゆっくりと二塁へ。初安打も出ました、 JR 東日本。ノーアウトランナー二塁一塁。キャッチャー様、キャッチャー様、1名様。
ショートが飛びつきましたが危ないですね今の審判当たりそうだった痛烈なライナーでしたね、はい、それだけ非常に球足の速い打球でした。ノーアウト二塁一塁今度は JR 東日本がチャンスを迎えてバッターボックスにはキャッチャーの澤が入りました。14打数で4安打ですが打点2バントの構えから引きました。バントも考えられる場面ですか。そうですね、はい、ここはなんとか1点でも、ね、返しておきたい、そういった場面ですね、はい、まだ2回ですからね、はい、社会人は4年目立命館大学の出身。バント三塁前です。これはなかなかいいバントになりました。ピッチャーが取る一塁へ投げてそれました満塁。今度は JR 東日本が満塁のチャンス。記録はヒット三塁前への内野安打。いいバントでした。そうですね、さあこれで今度は JR 東日本の反撃。もう一度今のバントです。極端なバントシフトではありませんでしたからサードに取らせようというような意識が非常にこう際どいところのバントを生んで、これで三塁側のダグアウトピンチに立った方でインデ監督がマウンドに行きました。4対0リードしていて、はい、今度は逆に相手がノーアウト満塁ですが、はい、インデ監督の心中は。そうですね、あのまあ初回の4点というのはですね、本当、監督自体が予想していなかったことだと思いますからね、はい、まあ、ですから本当にこの試合の流れとかっていうのを、まあ、読もうとしてた間に、4点入っちゃいましたんでね、はい、バッターボックスには石川が入りました。初球打ってきました。この積極的なバッティングも目立つ JR 東日本、いいと思いますよ、はいはい、バッターが石川。この選手も社会人4年目、はい、JR 東日本は補強の NTT 東日本からの北道選手とこの後打つ広吾選手も4年目、今一塁に出た澤選手とこの石川選手4年目、同期生4人いるんですね、はい、スターティングメンバーにね、はい、ここから一番あの野球が面白くなる年代ですよね、はい、そういった意味では非常にですね、将来性豊かなですね、はい、まあ、選手が多いのでこれからもですね非常に楽しみな、あのチームですよね。3球目空振りで2エンド1。からこの大会本当に優勝するようなことがあればですね、もっとするとですね、あの JR の黄金時代が来るんじゃないかなって、そういうような感じがしないでもないですけどね、はい、2エンド1です。見た優勝経験のある選手はいません、JR 東日本今日は試合前に、浜岡コーチにもお話を伺いましたが、もうとにかくこういう舞台で試合ができるというのは幸せ、接戦に持ち込んで延長にもつれ込んでもいいからとにかく粘ってがむしゃらに行きたいと。相手は経験豊富、もうあの10人ぐらいいるんですよね経験者がねという話をされてましたが、ただこう自分たちが新しい歴史を作るんだというところで言うと、スターティングメンバーに逆にあの10年選手が1人もいないというこの JR 東日本は本当にこれで優勝経験をここで掴んだらですね、はい、この後大きい財産になりますよね。そうですね、はい、粘って2-3まで持ってきました。バッターは石川。満塁です。4点を追いかけます JR 東日本。決勝戦は果たして打撃戦になるんでしょうか。 2-3 で7球目打ち上げた。ファーストの横ファールフライは西郷が追いかけていく。カメラマン席のところ粘った、取りました。東京ドームも知り尽くしている西郷。打球の上がった具合だとかカメラマン席の位置だとかファールグラウンドを何歩大体追っていくとこの辺にあるとか、そうですね、
よく分かってる選手です。皆さんですね、最後君、普段のですね、動きとか見るとですね、結構タランタランしてるんですね、でも本当にね、守備が本当にうまいんですよ、本当に全日本の時もですね、私一緒に、2回大会やらせていただいたんですけれども、本当に彼の守備でですね、何回も助けていただいたことがあるんですね、さてここで打順が交互に回ってきたところですが、ピンチヒッターです。早くも背番号5番の五十嵐が代打で起用されました。左バッターを出してきましたね。そうですね、ここは勝負、はい、とにかく1点でも2点でも取りたいというところでしょう。代打五十嵐、勝負をかけてきました。3年目の五十嵐がバッターボックス。初球から来た、左中間に上がったフライ、レフトセンター間はこの位置、レフトが取った。三塁ランナータッチアップからホームへ、ボールはショート中継、バックホームされてきた、ブロックはボールがこぼれた、ホームイン。片岡がホームでキャッチャーと激突しました。頭のあたりを抑えていますが1点返しました、 JR 東日本。送球が当たったんですかね、はい、さあもう一度今のプレーですが、変わったバッター、ピンチヒッター五十嵐、初球よくまた初球打ってきました。そうですね、でレフトはこの位置、渡辺、ショートの加藤を中継してバックホーム、あ、首のあたりですか、キャッチャーが取れなかったボールのようですね。そのまま当たって首筋を押さえていますが、これはそうですね、大丈夫ですかね。一番のこう鍵を握る選手だけに心配されますが、とりあえずこの片岡選手がホームに帰ってきて1点は返しました。ホームのクロスプレー、キャッチャーが取り損なったボールがどうやらヘルメットの下、首のあたりに当たったようです。まあ、安田君ブロックに入ってたんですね、ですから送球が来る前に、はい、多分片岡君と交錯してですね、はい、でそれでボールが取れなくて、そのまま片岡君にボールが当たったっていう、はい、状況ですね、はい、でもこれは1点返しましたね。そうですね、大きいですね、はいはい、バッターは池田、なおもランナーは二塁一塁ツーアウト。ここでバントヒットの構え、今大会はこの池田選手のこの構えは要注意です。そうですね、ツーアウトからでもソフティバントやってきます。1点は返しました、4対1。ここは外野は浅い守備です。もう一つバントの構えですが外れました。本当野球ってわからないですよね、はい、本当今まで非常に落ち着いた投球してた磯村君が片岡君のインコースに、攻めていったボールがデッドボールになったと、はい、そこからですからね、一つそういうのがあるとキャッチャーが要求をしてもどうしても甘くなるとか、うん、そうですね、いろいろあるでしょうね、はい、まあ、ですからそのインコースにで、投げたボールがデッドボールになるということがですね、はい、今後その右バッターに対してですね、はい、磯村君の投球がどういうふうになるのかっていうの、またこれもですね試合の流れ行方を左右する一つになると思いますからね、はい、その満塁になったところで一方の JR 東日本の方は左の代打を送ってきたというところでもありますね。まあ、4点取られたことで仕掛けを早くできる、はい、まあ、そういった状況ではありますけどね、はい、それでも思い切った起用だと思いますけど、はい、外わずかに外れました、2エンド2。このイニングは早いカウントから打ったバッターもいますが、かなり粘って磯村に投げさせてもいます。2エンド2、バッターは9番の池田、この後打順は1番に。高めのボールです、ファール。この1巡目各バッター、これでようやく9人目なんですけども、はい、今のこうファールにできるというようなことでいうと対応してきてますよね、うん、そうですね、1、2番が三振から始まった JR 東日本の攻撃ですが、1点を返してなお2アウト2塁1塁、バッター9番池田、この打球は三遊間はショートです。
ランナーには当たりませんでした。一塁へ、スリーアウト。ランナーは2人残塁と終わりましたが、代打の五十嵐のレフトへの犠牲フライ、片岡生還。2回の裏、 JR 東日本1点を返して3点差です。第78回の都市対抗野球決勝戦をお送りしています。東京と神奈川の対戦、 JR 東日本と東芝、これから試合は3回に入ります。3回の表の東芝の攻撃です。都市対抗野球決勝戦、一塁側、そしてライト側は緑、三塁側、レフト側は赤、スタンドが染まりました。 JR 東日本と東芝の決勝戦です。4対1、3点差になりました。リードの東芝、この3回の表の攻撃は2番の平間から。最初の打席でヒット、15打数で10安打。ワンエンドワン、ここでこのイニングがまたもう一つ勝負の、ね、はい、斉藤投手は2回までで44球。ここもバットが折れました。今日第1打席もバットを折って、第2打席もバットを折って、2打席ともにヒット。苦笑いの平間。そうですね、でも本当にやっぱりちょっと動いてるんですけど、やはりバット触れてるんでしょうね。16打数で11安打になりました。ヒットが出ればね、折れたバットなんか惜しくはないですよね。はい、もう決勝戦ですからね、はい、勝てば優勝。その中で2安打、ノーアウトランナー1塁、そしてオール神奈川のクリーンナップ、バッターボックスは渡辺です。そして満塁ホームランの西郷がネクストバッターズサークル。一塁のランナーの平間が1975年、バッターボックスの渡辺も1975年の生まれ。東芝には今年社会人10年目という選手、スターティングメンバーで3人名を連ねています。平間、渡辺、キャッチャーの安田。 JR 東日本が補強選手を含めて4年目の選手が多くいて、そしてチームを引っ張るのが8年目の片岡という形になっていますが、こちら東芝の方は10年を超える経験を持っている選手が数多くいます。ランナーがスタートを切りました。ショートがベースカバーでタッチはアウト。ワンバウンドの送球、今のは作戦としてはエンドランですかね、はい、バッターの方がちょっとこう窮屈な打ち方をしました、うん、そうですね、インコースのボールですね、それが空振りになって、ワンバウンド、ファーストランナーのスタートというのもエンドランということで、盗塁を狙ってというようなスピードではありませんでした、うん、でね、まあ、平和君に単独スチールは多分ないでしょうからね、その後渡辺の打球はファール。これは大きいですね、盗塁失敗に終わったのは ね、はい、渡辺が取り返せるか。ただまあこういうところでそれを取り返せるバッターというのも並んでますから、その辺の誰かが、まあ、目に見えないようなミスをしたとか、流れを切ってしまうかもしれないときに切らずにいける選手というのは多いですよ ね、 すね、神奈川の選手はね、はい、三振、ちょっと待ちきれませんでした。緩いカーブを使ってきました斉藤。渡辺を三振に取ってツーアウト。ターボックスには西郷。この前の打席は先制の満塁ホームラン、今大会自身3本目、通算では西郷12本目のホームランです。歴代2位ですかね、はい、すごいです ね、 ね、本当に17年目、2
2000年71回大会の三菱自動車川崎が優勝した時の橋戸賞、2002年は伊豆自動車に補強されて優勝、2003年2005年と三菱ふそう川崎で優勝ということですから、これほど優勝を経験している選手というのも少ないでしょうね。そうですね、それだけ神奈川が勝ってる、はい、ということなんですね。そうですね、はい、で今、今年は予選で敗れましたが、確かにやっぱりこの三菱ふそう川崎というチームが今中心にあるというふうに考えていいかもしれません。私もですね、はい、埼玉ですので、南関東で予選をやってましてですね、はい、予選ってあんまり他の地区の予選なんかあんまり見に行くことないんですけれども、監督を辞めてですね、はい、神奈川の予選を見に行くことがあるんですけれども、本当に非常に面白いですよね、はいはい、やはりこの予選がやっぱり選手を育てるんだなっていうような感じがしますよね、はい、今年はこの三菱ふそう川崎、それから去年一昨年と準優勝の日産自動車、この2チームが予選で敗れましたので、そうですね、そこから東芝、はい、補強ができています。本当の意味での激戦ですよね、第一代表ですから優先的に印出監督は補強ができたわけですけれども、本当に真ん中の選手をごそっと取ってきました。最後また打ったライト大きな当たり、今度は平一杯追いつきました。ライトの中尾です、深い守備でした、そこで飛んでいきました。この回は結局3人で終わりました。ヘイマーヒットを打ちましたが盗塁失敗、3人で終了、4対1、東芝のリードは3点のままです。一塁側もう今大会おなじみになりましたが、腰がまた出てきました。浴衣姿の応援も見られます。 JR 東日本東京都の代表です。東京第二代表、現在のチーム、国鉄機構改革になった1949年創部とありますが、前身は鉄道省時代の東京鉄道局、大正9年1920年創部というチームが前身で、都市対抗の出場回数もその、戦前から戦後しばらくにかけてありました東京鉄道局の出場した2回、1942年46年を、含めて今大会が11回目の出場です。初めての決勝進出。3回の裏の攻撃は1番の北道から、3点差、4点満塁ホームラン、最後の満塁ホームランで入った後を斉藤投手が抑えて、3回の裏1番から、ここを杉本さん出したいですね。そうですね、この攻防もまたポイントです、はい、2番は最初三振でした。よく対戦している情報も入ってきている相手、当然その球筋というイメージもあると思うんですか。そうですね、はいはい、それはバッターにとっては安心感あると思いますね。その日の感覚を第一打席で捕まえれば、あとは今日も彼はこうなんだっていうところ ね、 ね、はい、これで 2-3 です。ちょっとやっぱり1巡目と違っているような雰囲気ありますね、キャッチャーは安田。セカンドへのゴロです。これはちょっと勢いがなくなりました。セカンドの石塚がさばいてワンアウト、もう 2-3 までは行きました。バッターは2番の市場、なんとかここは塁にランナーを置いて片岡に回したい3回の裏の JR 東日本の攻撃。先ほどホームのクロスプレーでボールが当たって心配された片岡選手ですが、その後の守備についていますし、2回、3回、東芝を0点に抑えた後だけにこのイニング1人出るかどうかはポイントです。
バッターは1番今大会では、西濃運輸戦ですか準々決勝市場選手がスタメンで起用されて1回のピンチでライトからのバックホーム、はい、これ非常に大きなプレーだったですね、はい、流し打ち当てただけでサードゴロです。サードの平間がさばいてこれで2アウト。 1,2 番今日は機能しません。北道市場2打席連続凡退。バッターボックスに3番の平野が入ります。平野は NTT 東日本からの補強7年目。空振りで2ナス。上位打線のバッターに対してはそれぞれ2アンというカウントには持ってきていますが、2ナッシングからライトの前へ突っ込んでこのボールを取りました。いや、ワンバウンドです。ワンバウンドのヒットになりました。さあこれで平野が出ましたので片岡の前2アウトランナー1塁という場面、これ2ナッシングからですか、はい、2-1 というカウントに持っていってそれぞれのバッターをその後勝負してたんですけどね。まあ、一球見せるボールが中に入ったんですかね、はい、これはしかしその一球で大きく局面が動いて片岡がバッターボックス。2アウトランナー一塁です。最初はデッドボール。17打数で8安打4割7分1厘。ここはですね、多分インコースがないと思って思い切り踏み込んでいった方がいいですよね。もう最初はデッドボール、はい、外いっぱいです。今のようなところの出し入れですかね。そうですね、うん、今のは仕方ないですよね。今のは打てないですからね、はい、アウトコースいっぱい。これは止まった。ピッチャーの磯村3回の裏のピッチング。ライトのポール際に横断幕が出ています。 JR 東日本バッターは8年目片岡。ワンスリー。どうしてもキャッチャーも今安田が映りましたけども、はい、最初デッドボールってことになると、そうですね、うちは多分攻めづらいと思うんですよね。あげくんの果てにボール当たってますからね、はい、これは大きく外れました。キャッチャーは横に首を振りました。あんまりキャッチャーとしては嬉しくないよ。ですからツーナッシングからですね、打たれたことがちょっと大引いてるのかなというような感じですよね、はい、あれが攻めて行って打たれたな仕方ないんですけども、多分一球外すサインで中に入って打たれたっていうところですよね、はいはい、まあ、そういうのはあまり引きずらない方がいいと思うんですけどね、はい、2アウトからヒットとフォアボール。ランナー2塁1塁、内野が集まりました。そうですね、ここは JR 非常にチャンスだと思います、中尾君ですね、非常に状態いいですからね、はいはい、外野は極端に浅めではありません。バッターは中尾。ツーアウト二塁一塁。チーム初安打もこの中尾でした。この試合初球ボールから
真ん中へ入ってきました。このボールは球種が読むと違ったかもしれません。ワンエンドはあまり体は大きくないんですけどね、中岡本当に振る力ありますんでね、長打力もありますよ、3点差を追いかけます JR 東日本。若い力が一つになると1が2、2が3という一つずつステップアップしていくのではなくて相乗効果になってきますが、インコースワンツー、ではあそこを攻めるべきだと思うんですよね、中岡本当に踏み込んできますので、あそこのボールでファールを打たせてですね、そうしないと外中心に行くとですね、外のボールを本当に交打されると、そういうような危険性があると思います、その外より構えた、中に入ってきて落ちてきました、空振り。ツーエンド2、勝負のカウントです。2塁1塁、ツーアウトからヒットとフォアボール。打ち上げてサード後方です。ファールグラウンド、左の方にどんどん遠く流れていく、飛び込んでいきましたがファウル。ナイスファイト。サードは平馬。しかしこれは JR 東日本からすればまだチャンスが続きますので、ファールで粘った、逃げたということになります。いやしかしここまで追いかけてきます、執念。これだけですね、お客さん入るとですね、やっぱりアドレナリンも出ると思いますよね、2エンド2、6球目と外れて2-3。これでランナーがスタートを切るカウント。チャンスが広がりました。2塁1塁、2塁に平野、1塁に片岡、バッターは3年目中尾。2-3、ランナーがスタートを切ります。1、2塁間の打球はファーストが出た、ベースに入ります。最後3アウト、ランナー2人残塁。この回はピンチを切り抜けましたピッチャーの磯村。まだ JR 東日本は1点だけ、4-1、東芝3点のリードが続きます。4-1です。1回の表、西郷の満塁ホームランで東芝が先制。2回の裏に、代打五十嵐の犠牲フライで1点を返した JR 東日本、4-1、中盤のイニングに入ってきます。3回まで61球の斉藤隆、小山を迎えています。左中間へ上がっていったフライはレフトです。ワンアウト。今年で3年続けて決勝戦で戦っている小山選手ですが、今大会はもう一つ当たりが出ていません。レフト北道へのフライでワンアウト。ピッチャーの斉藤が1回に西郷の満塁ホームランを許した後は点を与えていません。バッターは大川原。もうちょっと落ち着いてきましたね、コースにですね、ボールが散らばるようになりましたんで、ちょっとこう絞りづらいっていうか、そんな感じにもなってきました ね、詰まった打球サードです。今のボールですね、やはりちょっとスライドしてるんですよね、その分差し込まれます。2バッターツーアウト、簡単にこの回はツーアウトを取りました。まだ三者凡退はありません東芝。3人で終わったイニングが2回3回と続いていますが、バッターは石塚。
ツーナッシングです。できればしばらくこのリズムで JR 東日本へ来て、はい、打ち上げました。内野フライ。もうリズムよく3人で終わるか。ショートが出る。鎌谷と五十嵐が取りました。初めての三者凡退。4回の表東芝無得点。斉藤投手は立ち直ってきました。4対1東芝3点リードが続きます。4対1東芝3点リード。東京ドームの都市対抗野球決勝戦、ご覧のように3階席もほぼ埋まりました。うわ、これは壮観です。ちょうどあの緩衝地帯が今あのバックネット裏の3階席には設けられてまして、両チームの応援団が右と左に分かれてたわけですけども、いっぱいになりました。見事です。その中での決勝戦4対1、3点を追っての JR 東日本の攻撃。4回の裏、バッターは澤から。まあ、これからひょっとしたら時代を築くかもしれないという JR 東日本と、とにかくもう名の通ったオール神奈川と言ってもいい、東芝。そうですね、これだけのメンバーが一つのチームにあの神奈川の選手が揃うっていうのは、ひょっとしたらもう見られないかもしれないというふうにも、ね、それぞれのチームが出ちゃったらこういうメンバー構成にならないわけですからね、はい、この戦いでもあります。さあ4回の裏、先頭バッター JR 東日本、さらにヒットが出ました。ノーアウト一塁。これね、三者凡退の後のイニングなわけですよね。そうですね、今のちょっとアウトコースに投げたボールがシュート回転して中に入っていってますよね、はい、どちらかというとですね、流れは JR の方に来てるのかなっていうの感じはするんですけどね、はい、これをもう一つ掴んでおかないとということですね。先頭バッターの出塁は2度目。2回には先頭片岡デッドボールで始まったイニングで1点を取っています。この回はヒットで始まって、バッターキャプテン石川はバントの構え。そこから強打、ショートライナー、ファーストランナーが飛び出している、戻ってセーフ。いい感じで行きましたけど ね、まあ、今のはでもちょっとゲッツーにならなくてよかったですね、ちょっとバントの構えをして内野を意識を前に寄せたところでの強打、惜しい当たりでした。富人へワンアウト。バッターは代打で起用されて、いきなり初球を打って犠牲フライ、1打点を挙げている五十嵐。あの場面でこれ4対0の2回の裏でしたが、ノーアウト満塁から1人凡退して、はい、すかさず代打。そうですね、初球ですよね、そういうような意味では今大会ですね、代打の的中率が非常にいいですよね、はい、どのチームもですね、はい、今どんなレベルの野球でも初球から行く、もう代打に出たらまず振るというのは徹底されてきてますね、うん、そうですね、まあ、ですから、まあ、ある意味ですね、キャッチャー出身の私としては、はい、もう少しキャッチャーバッテリーなんとかなんないのっていうのはありますけどね、それだけ初球から来てるんだからと、はい、この打球は強いゴロ、ファーストの正面、止めてショートへ、1人アウトです。うまいんですよね、本当に。この強い当たりでしたから、はい、ダブルプレーを欲しがる、慌てるかもしれないところですけど、そうですね、まあ、彼がいいのはスローイングはですね、はい、まあ、ピッチャー出身ということもあるんですけど、スローイングが本当に非常にいいんですよね。今ちょうどこう下をするとランナーと重なる部分ですよね、好送球を見せました。最後ツーアウト一塁、バッター代打川端が起用されました。9番の池田に代わって、ここまで1番に起用されているシーンが試合が多かったバッターの川端ですが、今日は代打での登場です。ツーアウトランナーが一塁、流れをとにかく引き寄せたいという思いがにじみ出ています。 JR 東日本の攻撃、
高いバウンド三塁ダッシュ渡辺ジャンピングスロー一塁へ。ここは先頭バッターがヒットで出たイニング、代打構成もかけた JR 東日本ですが得点になりません。磯村が4回までを1失点、4対1、東芝が3点をリードしています。4回まで終わりました。これから5回の表、東芝の攻撃です。三塁側、ここでまた応援リポートをお願いします。袴田舞子さんと阿保由紀さんです。袴田さん、阿保さん、お願いします。はい、こちらハッピー姿の子どもたちの姿ご覧いただけますでしょうか。市内の踊りグループのメンバーです。この後壇上で川崎市の定番の盆踊り川崎踊りをヒップホップ調にアレンジして披露するんです。この都市対抗の応援は川崎市民にとって夏の最大なお祭りの一つでもあるんです。まさに三塁側お祭り騒ぎです。袴田さん、お祭り騒ぎなのは内野だけじゃないんですよ。外野も大盛り上がりです。実はこの外野の方たち、東芝の社員の方たちなんですよ。会社を挙げて応援に来てくれました。グラウンドで奮起している東芝ナインの皆さんに一言お願いします。8年ぶりの優勝を目指して東芝実力があります。頑張りましょう。皆さん、日本一目指して応援頑張りましょう。以上、外野席でした。はい、真っ赤に染まった三塁側、そしてレフト側のスタンドからの応援リポートでした。3点のリードの東芝、5回の表の攻撃、バッターは加藤です。この試合は日本ツーン元監督の杉本康彦さんの解説でお送りしていますが、どうやらこう次の1点というような感じになってきたゲームですけどね。そうですね、はい、なんとかこう次の1点、もう1点を取りたいという攻撃を JR 東日本仕掛けているんですが、そこを磯村投手も与えず、今のところ磯村投手とそれから斉藤隆投手の我慢比べになっていますが、リードは東芝、中盤5回です。まあ、本当斉藤君ちょっと落ち着いてきておりますんでね、はい、東芝としてもあと1点ですね。外いっぱい手が上がりました。見逃しの三振でワンアウト。三振は2つ目です。ワンアウト。ここまで打たれたヒットは3本。1回に満塁ホームランを最後に浴びました。安田の打球はレフト、ちょっとスタートが遅れてボールが落ちました。一塁を回って止まります。記録がまだ出ませんが、レフトの前、まだ出ません。レフトは北道、エラーですね。上がった瞬間のそのバットがボールを捉えた音、そうですね、それから感覚、後ろにちょっと下がったんじゃないですかね。それから出てきて取れませんでした、エラーでワンアウトランナー一塁。打順1番バッター伊関。東芝としてはですね、はい、願ってもらえるチャンスだと思うんですね。次平幕ですしね、はいはい、なんとかスコアリングポジションに置きたいですね、はい、打ってきてファールボール、これで2ナッシング。三塁側は印出則彦監督、バッターは1番5年目の伊関。PL 学園から大山学院大学、1980年生まれ、あの80年生まれの選手です。松坂世代。まあ、JR としてはですね、はい、あまり足を使った攻撃っていうのは東芝ないのでね、はい、そういった意味では落ち着いて守れると思うんですけどね、はい、外わずかに外れました。2エンド2。
うまく当ててセンターの前にしぶとく落としました。移籍のヒット、ワンアウトランナー二塁一塁、チャンスを広げました。先ほどは併殺打に倒れていた1番の移籍、しかしここはしぶとく持っていきました。そうですね、はい、二塁一塁ランナーがたまったところで一塁側の JR 東日本が一つ間を取ります。またここは白鳥コーチがマウンドに行きました。この後が当たっている平馬、そしてしぶとい渡辺、4番主砲の西郷。80球を超えました斉藤投手。多いですね、はい、やはりそれだけプレッシャーかけられてるんですね、まあ、でもあの平馬君に2本打たれてますけど、はい、まあ、あの投球としては悪くないのでね、はい、まあ、本当アンラッキーと言いますか、平馬君に隙があると言いますかですね、投球の内容は悪くないと思います、はいはい、その折っても頭を超えてるっていうのはちょっと高いという部分はありますか。そうですね、はい、ちょっと逆でもですがストライク。ここは大事なイニングです。16打数で11安打。ファーストの横、右の方に大きく切れていきます。これでツーナッシングを追い込みました。ただこの平馬は第一打席がツーワン、はい、ストライク、ボール、ストライク、ファールの5球目、はい、その後が同じくツーワン、ボール、ストライク、ストライク、追い込まれてからなんですね。そうですね、バッターは平馬。三振、その平馬を3球三振に取りましたバッテリー。ツーアウト。初めて投げたアウトコースですからね、はい、平馬君に対してですね、はい、まだしかし怖いバッター続きます。バッターは渡辺。インコースの胸元から空振りです。勢いはついてきたような感じの球ですね。そうですね、ワンエンドワン。一球ファールインコースですね、ファール欲しいですよね、胸元を攻めて2エンド2いっぱいです。そこですね、はい、本当に、まあ、弱いところはちゃんと分かってるっていうところですね、あれより低いところは結構ファールで粘った、うん、大事だと思いました。最後どこへ持っていくか、5球目、うん、その膝元低い方へ持っていきましたが外れて 2-3。 本当沢君本当に苦心のリードだと思いますね、またランナー2人、ここはアウトカウント2つですが、はい、3番の渡辺に 2-3 になりました。1回にここからフォアボールでノーアウトランナー満塁にして最後のホームランを浴びたピッチャーの斉藤。ツーアウト二塁一塁ツースリー、渡辺に勝負球はライトへ上がっていったフライ、右の方に切れていきます。ここからがしぶといのかな。そうですね、本当にバットが内から内から出ますからね、ツーアウト二塁一塁ツースリー、7球目、もちろんランナーは1球目にスタートを切るカウント、外野は深め、引っ張って三塁線、これも切れました。1回と同じようです、粘
粘ります。バッターの渡辺、とにかく渡辺選手自身はチームがそれほど今強いチームではないので、自チームのユニフォームで都市対抗というのはなかなかできませんが、優勝はとにかく三菱自動車岡崎、三菱自動車川崎、そして三菱重工川崎で経験しています。一塁へ離れたところからベースカバーに入っていった片岡、牽制球、2-3、変わりません。バッターの渡辺をどう打ち取るか、キャッチャーは沢、2-3で8球目。インコースはボールだ、フォアボール、また満塁。1回と同じ、渡辺が粘ってフォアボールを選んで満塁で西郷に回しました。ラインで監督も優勝経験豊富な選手これだけ補強できて采配を振れるのはまあ恵まれてますと、みんなその経験者が何とかしてくれるでしょうというようなお話をされてたんですが、はい、試合前のインタビュー、試合前に会った時もですね、そういう話してましたね。何とかしてくれるであろうという中で一番の信頼は寄せているバッターです。最後ホームラン12本というのは都市対抗野球歴代2位タイに並びました。あの東芝の大先輩の丹波さんに並んでの12本です。ノーツー、第1打席もこのカウントになりました。もう1本ホームランが出れば都市対抗野球自身通算13本目は単独2位になります。この打球は力が入ったか、ショートへのゴロ、あっとベースカバーがいない、いない、一塁は間に合わない、ホームイン。西郷今日5打点目、記録はショートへの内野安打。三遊間寄りに飛んだ頃でした。もう一度見ましょう。ショートはよくこの打球に追いつきました。ちょっと最後の力の入った打球でしょうか、五十嵐。ところがセカンドベースカバー入っていませんでした。この回セカンドにはライトの守備から一番が、センターの守備から一番が回っていましたが、そのベースカバーが入れずに一人ホームイン。なおツーアウト満塁、バッターボックスには小山。この1点は、そうですね、取り方取られ方としてはかなり響くんじゃないですか。そうですね、まあ本当一馬くんですね、まあ外野からですね、内野の方に回ってくるという本当非常に難しい状況だったと思うんですけどね。小山がヒットを打った、小山がヒットを打って、これは何人帰ってくる、2人帰ってきました。2点追加、7対1、得点差。自らを鼓舞するようなガッツポーズの小山ですが、ようやくこの小山にも出ました。大きな3点が入った5回の表、小山のタイムリー、3年続けて決勝戦を戦っている小山選手のタイムリーヒットでピッチャーの斉藤ノックアウト。2番手山本がマウンドに向かいます。本当にでも勝負がどっちに転んでいくか、流れが変わるか、紙一重だなというのが最後の内野ゴロで分かりましたけども、はい、それでこう随分小山選手の気持ちもこう吹っ切れたっていうかね、そうですね、あのボールを引っ張ったっていうか当てに行かなかったですね、レフトの方にね、はい、斉藤ノックアウト、決勝のマウンドいい形で終われませんでした。さあこれは6点差、もうここからは
どんどんピッチャーをつぎ込んで中で誰かいいピッチングをしてくれればその東芝といえども点を取れないというか攻めあぐねるという部分当然どっかには出てくるだろうというふうにこう期待してというリレーになりそうですから、はい、本当そうですね、まあ、大きいですよね。あの斉藤君としては打ち取った打球が、はい、ランナーが出てしまったと、また渾身の投球をしてですね、ショートゴロ最後打ち取った、まあ、打ち取ってるんですけどもね、そこのところで、また内野安打になってしまったっていうような部分については、はい、まあ非常に不運かなと、まあ、それよりもまあそれに畳みかけるですね、はい、東芝の強さといいますかですね、はい、あの勝負どころをやっぱりベテラン多いので知ってるなっていうような感じですよね、はい、バッターは大河原。とにかくクリーンナップで社会人の野球の経験だけで合わせると38年ある、これすごいクリーンナップです。バッターは大河原です。ランナーは依然として三塁一塁です。まあ、ここは本当山本投手ですね、はい、なんとかここで抑えたいですよね、高いバウンドになりました。これはショート五十嵐一塁に送ります。スリーアウト。しかしこの5回の表また上位打線、今度は西郷ショート内野安打、そして小山ライトへのタイムリーヒット、3点を取りました。7対1、東芝リードを6点に広げています。なかなか序盤で流れを持ってくることができませんでした一塁側の JR 東日本。あと反撃のイニングは5イニングですが、その一塁側の応援席レポート、桜崎あゆみさんです。お願いします。はい、一塁側です。今ショート押され気味ですけれども、 JR 東日本応援は負けてませんよ。応援団は総勢140人、全員が社員で、普段は社員や車掌をされているそうです。その中でもチアリーダーなんですが、練習は応援団との合同練習以外は全員が集まらなかったということなんですね。ですがチアリーダー代表の足立さんは、これまでの4試合でチームのまとまりも強くなりました。今日は初の決勝で緊張していますが、私たちにとっても晴れ舞台ですので、今日駆けつけてくれた皆さんと一緒に応援頑張っていきたいですと話していました。そしてこの足立さんなんですが、大学でチアの経験があり、彼女が入社したことによって昨年より技術的に、そして気持ち的に盛り上がるきっかけになった方ということなんですね。中盤に入りましたが、これからも全力で応援していきたいと思います。一塁側でした。はい、一塁側の応援席レポート、 JR 東日本の応援席、まだ諦めてはいません。回は5イニングス、5回の裏の JR 東日本の攻撃、1番からです。この1番からの打順どうつなげるか。バッターボックスに北道。今日はこのまだ1、2番がノーヒット。東芝の方が遺跡がフォアボールとヒット、それから平間が2本のヒットということで、3回の打席のうち2度出塁しているに対して、ここに北道ピッチャーゴロ、ワンアウト。1番の北道が3度バッターボックスに入って、この磯村に抑えられています。この 1,2 番というのは今年の JR 東日本がこう抱えていた課題というようなところですけどね。そうですね、はい、バッターは2番の市場。差は6点、大きな差になりました。アウトコースいっぱいです。これで78球を投げ終わりましたピッチャーの磯村。打ち上げてサードの横、先ほど好ファイトを見せた平馬、ここも追いかけていきましたが、わずかこれもグラブの先。ボールカウント2-1です。東京と神奈川の決勝、東芝はもう何度も優勝経験がありますが、ちょっとここへ来て7年優勝から遠ざかっています。まだこのマウンド上のピッチャーの磯村は東芝のチームとしての都市対抗優勝経験がありません。
JR 東日本は初めての決勝進出。ショートへのゴロです。ショートは加藤。これで2アウトになりました。東京都のチームの優勝は1989年60回大会のプリンスホテルが優勝して以来ありません。磯村君ですね、はい、4点取ってもらってですね、先5回にまた3点取ってもらって非常に楽になった、はい、調子自体はですね、そんなにいいとは思わないんですけれども、ですから今の3点本当に大きかったですよね。どうしても JR 東日本の方がもう1点もう1点と言ってたところが入らなかったですからね。そうですね、逆に攻めてましたんでね、我慢していたところで、はい、投球数にも現れているようにですね、はい、球数も多くなってます、はい、本当苦しいピッチングだったと思うんですよね。ですから先ほどの3点ですね、はい、本当非常に大きい3点ですよね、はい、ワンです。バッターは3番の平野。バッティングですが、セカンド後方センターの前、ダイレクトのセンター追いつきました伊関。この1番からの打順、5回の裏、6点差になったところで磯沼が3人で抑えました。5回を終了して7対1、東芝が6点をリードしています。決勝戦は1回と5回に東芝に大きな得点が入りました。1回に4点、5回に3点。ここまでのハイライトをご覧いただきましょう。立ち上がりの斉藤を攻めて、東芝は伊関フォアボール、平間ヒット、渡辺フォアボールで満塁、そして西郷ワンツーから見事に捉えた打球が右中間スタンドへ、先制の満塁ホームラン。これが西郷選手、都市対抗野球本大会では12本目のホームラン、歴代2位タイ、丹波選手に並びました。これで4点先制。しかし2回の裏、今度は JR 東日本もノーアウト満塁のチャンス。石川は凡退しましたが、その後代打の五十嵐、早くもこの2回代打構成をかけてきました。その五十嵐がレフトへの犠牲フライ、三塁ランナー片岡ホームイン。この送球が片岡選手の首に当たりましたが、その後も片岡選手は試合に出続けています。その後の池田ショートゴロで、結局この2回の裏は1点止まり。そして迎えた5回の表、この回はエラーをきっかけにして2アウト満塁。ここにも渡辺のフォアボールが絡んでいました。満塁から西郷、この打球はショートへのゴロ、三遊間よりショートが取りましたが、セカンドベースカバーがいませんでした。それから一塁へ投げてセーフ、内野安打。さらに満塁と攻めて小山の2点タイムリーヒット。この5回の表に大きな3点が入りました。これで7対1、6点差。5回の裏の JR 東日本は1番からの攻撃、三者凡退。流れがはっきりとここで分かれて、川崎東芝が大量6点のリード。これから後半に入ります。6回の表の東芝の攻撃へ向かっていきます。この試合は日本ツーン元監督の杉本康彦さんの解説でお送りしています。観衆は4万5000人と発表になった今日の東京ドーム超満員の状態ですが、まあ、西郷が5打点、これはもう完全に東芝が勝ちパターンに持ち込んだという試合ですね。そうですね、はい、最近の都市対抗は本当に1点取られた後をしのぐかどうかというところでの攻め合いが多くて、はい、接戦が続くんですが、はい、まず満塁ホームランで4点、それから5回の表も3点、もう今木のバットの社会人は3点はビッグイニングかなと思うぐらいなんです。そうですね、それが2つ、まあ、はい、まあ、ですからその両
方のですね、イニングともですね、1回も5回もやはりエラー、フォアボールというようなところが絡んでですね、大量得点になっているというようなところですよね、7対1、6点差、6回の表の東芝の攻撃が始まっています。バッターは石塚、ただそれだけですね、東芝の、打線のプレッシャーが斉藤君をですね、潰したというようなところだと思うんですけどね、もう本当にあの何度も言いますが、ただの東芝じゃありませんから、これにあのオール神奈川、日産自動車、三菱ふそう川崎、三菱重工横浜硬式野球クラブ、3人のバッターをクリーンナップに入れてますから、オール神奈川です。ピッチャーは2番手の山本。神奈川はおととしが三菱ふそう川崎と日産自動車という神奈川同士の決勝戦になって6対3で三菱ふそう川崎に勝ちました。去年は日産自動車が2年続けて決勝に駒を進めて、決勝では4対3接戦で TDK に敗れましたが、ですから2年続けて準優勝したチームと、ここ数年で3度、2000年以降、去年までの7年間に3回優勝している三菱自動車、三菱ふそう川崎が予選で敗退して、その2チームから第一代表はもう迷うことなく補強できたというところでね、これだけの補強ができるだろうかというふうな補強になっているわけですけど、それがですね、都市対抗の一つの特徴ですからね、今は本当にあの三菱ふそう川崎というチームが核になっていて、あの三菱ふそう川崎が2004年に会社のいろいろな出来事があって都市対抗自体というのがあった年に、結局その年はあの三菱ふそう川崎の選手を補強することも逆にあの神奈川の選手はできなかったわけで、その年はあの神奈川のチームは決勝まで進んでないんですよね。エアポケットのような1年があったわけですけどね、それからはまた神奈川勢の決勝進出が続いています。この回は山本が2つアウトを取りました。2アウト、バッターは9番の安田です。本当山本君ですね、点差はありますけれども、本当にまだまだですね、回数ありますんでね、ここで本当に、守りからですね、リズムを、JR 持ってきたいですよね、次の点をやるまで、あの取るまでやらないというようなね、そうですね、そういった意味では非常にテレミのあるあのいいピッチングしてますよね、もう外す必要はないと思いますよ、もうこうなったらですね、斉藤、悔しい降板になりました。7点を失ってマウンドを降りています。2番手に上がった山本、ストレートを思い切って投げ込んできました。バッターは安田、いっぱいはわずかに外れました。2エンド変化球合わせてセンターの前にしぶとく落としました。安田もヒットを打ちました。これが東芝は7本目のヒット。ツーアウト、ランナーが一塁です。さあ、これでまた、そうですね、なかなか三者凡退で終わってくれないですよね、三者凡退は4回の表の1回だけ。ツーアウト一塁です。1番にまた打順がつながりました。伊関、
ストライクでワンエンドワン。どん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 攻めていくしかないですね、はい、ピッチャーとしてはですね。どっちのピッチャーも基本的にはここでもうこの点差ですからどんどんストライクということになってくるんでしょうね。そうですね、ツーエンドワン。最後は上がります。今日は5打点。先ほど安田に追い込んでから最後のボールうまく入った変化球を打たれました。そうですね、まあ、その前のボールが非常にいいボールだったんでね、はい、まあ、ピッチャーっていうのはもうともするとそういうような形になりますよね。ファールです。キャッチャーの構えよりは真ん中高めに行きましたがまだ勢いはあります。差は6点あります。6回の表東芝の攻撃は2アウトからヒットが出ました。1番に打順が返ってきています。もう早くもこれが4巡目。セカンドへ、なかなかこれも強い当たりでしたがセカンドの一番がさばいてこれで3アウトになりました。6回の表は東芝追加点を挙げることができませんでした。6点差、東芝がリードしています。7対1、6点差。6点を追っての JR 東日本の攻撃。一塁側これから6回の裏の攻撃に入ります。都市対抗野球は1927年に始まって戦前の大会で東京のチームが6回優勝しました。東京クラブと藤倉伝説。しかし戦後になってからは熊谷組が3度、電電東京が1度、プリンスホテルが1度、合計5回の優勝ということでホストシティの東京としてはなんとか次の優勝チームをという思いもあろうかと思いますが、今年その期待を込めて決勝まで上がってきたJR 東日本。バッターボックスは片岡。初球を打ってきました。ファーストの横を破った、ライト前のヒット。ノーアウトランナー一塁です。片岡はデッドボール、フォアボール、ヒットですから3打席全部出塁しています。そうですね、まあ、本当にまあ、片岡君がですね、チャンスメイクっていうのはやはり試合の流れがちょっと悪いのかなっていうのは、はい、JR にとってはですね、そういう形になりますよね、はい、一方の東芝が4番の西郷君のところにですね、はい、チャンスが回ってきているのと比較するとですね、もうとにかく東芝はそこへつなぐそこへつなぐというような意識で集中しているような感じがありますからね。そうですね、まあ、それにその期待に応える西郷君も大したものなんですけどね、はい。ノーアウト一塁です。バッターは中尾。試合はまだ6回の裏です。6点差があって東芝に大きく流れが傾いた。もうこれで決まるのかなというようなところで何か起きるっていうのはありますからね。まあ、そうですね、ショートです。セカンドへ一塁にボールが渡った。ダブルプレーです。中尾ショートゴロ、加藤石塚西郷とボールが渡りました。ツーアウトランナーなくなりました。ピッチャー返しという打球ですけど、うん、そうですね、ショートはすぐもう打球の正面に回り込んでいきます、はい、加藤。2アウトランナーなし。バッター沢の初球はどうでしょう。当たったかファールか審判が確認しますが、これはファールだったようです。
ストライクのランプがつきました。今日のサードは2安打。繋がったのは片岡から沢が繋がったのは間に中尾が打った2回、これで満塁のチャンスを迎えて、その後犠牲フライで1点を取りましたが、 JR 東日本の得点はその1点だけ。マウンド上のピッチャーの磯村の球数は90球を超えてきました。レフトへすくい上げた打球です。左中間の打球が伸びていきましたが追いついた。最後は軽くジャンプ、レフトの渡辺が取りました。結局的には3人で終わりました。6回の裏の JR 東日本、差は6点のままです。久々の決勝進出です。川崎市の東芝、8年ぶりの優勝を目指しています。78年、83年、88年と5年周期の優勝が続いていましたが、その後2年間が空いて91年99年と優勝しています。これをまたちょっと遡れば83年91年99年という8年周期は続いているわけで、今大会に優勝するとまたその8年周期、2007年の優勝なるかという東芝。その辺を印出監督に伺いますと、まあそれはちょっとたまたまですが、ただうちとしては間が空いてしまいましたからねという話をされてました。7年遠ざかったというのはね、ちょっと東芝のその懐の勢いからすると、優勝戦からは決勝戦からは少し遠ざかったかなという感じです。で、今大会は主力にどっと補強選手、優勝経験者を集めてきて、逆にあの東芝自チームの選手としてはここでその優勝の経験をしておきたいというところですよね。そうですね。岸野です。マウンド上の JR 東日本の3番手のピッチャー、 NTT 東日本からの補強のピッチャーです。2番からまた平間、渡辺、西郷という打順。初球を投げたところで球審桑原さんがピッチャーの岸野に一言注意を与えました。何でしょう。バッターボックス平間はヒットが2本。何ですかね、球投げ終わったところです。モーションでしたね。このモーションですかね。そんなにあの自然さはないですよね、はい、低めのボール打ち上げました。高々と上がってセカンド1番が取りました。ワンアウト、先頭の当たっているヘーバーを打ち取りました。ワンアウトを取りました。バッターは渡辺、まあ、本当に JR としてはですね、はい、ここもう0点に抑えるしかないんですけれど、まあ、あのベテランが多いという東芝ですけどね、はい、もう試合多分ですね、読んでると思うんですね。もうこの7対1でもういただきと、はい、まあ、そこに、油断がですね、はい、生まれればまた JR も、まだまだチャンスはあると思いますからね、はい。その先をある程度計算できてしまうということから言うと、今までの1回とか、今渡辺が打席に入っているんですが、あの5回で最後につなげるかというところの集中力とは違っているというと思いますけどね、はい。まあ、ベテラン選手はその1回から9回までずっと気が張った状態で守って打ってっていうのはできないから、うん、逆にですね、はい、それはしないと思います、はい、ですから、まあ、本当に瞬間的な集中力が、出てくるんだと思いますので、ね、はい、ここは三振です。ツーアウト、まあ、いい意味で抜き方を知ってるというのですね、はい。ツーアウトを取りました。ピッチャーの岸野、ここは3人で抑えて
あの2番からを抑えたんだっていうようなことに雰囲気で持っていきたい、はい、JR 東日本バッターは西郷。ノーツーです。今日は5打点というバッターの西郷、やはり優勝には欠かせない、神奈川の優勝には欠かせない選手という存在です。20打数で8安打。ほら、ね、この2000年、それから2002年、2003年、2005年と4度も優勝を経験しているという西郷選手ですが、いいことばっかりじゃなくて、やっぱりあの2004年の都市対抗自体の年には秩父 の、 あの自社の工場で、はい、作業着着て働いてたという時期もあったそうで、はい、そういう時期を乗り越えてきてるわけですから、さらにこうなんか精神的に強くなってるのかなという ね、 そうですね、やはり野球できる本当感謝の気持ちって言いますからですね、はい、もう本当にそういうのは一番分かってるんじゃないですかね、2、3ピッチャーの方も気を使います。フルカウントまで来ました。三振、花栗の三振です。ここは3番手の岸郎が2番平馬、3番渡辺、4番西郷、特に3番渡辺、4番西郷連続三振で三者凡退に取りました。7回の表を終わって東芝が6点をリードしています。7回の裏 JR 東日本ラッキーセブンの攻撃です。一塁側のスタンド緑と黄色に染まっています。チームカラー6点を追ってあと3イニングス、どこまで反撃ができるか。東京のチームとしては6チーム目の優勝を狙っている JR 東日本、3年連続11回目の出場ですが決勝戦は初めて。6点リードされてこの回はキャプテン石川からですが、打ち上げてライトへのフライです。追いつきました。ライト大川原取ってワンアウト。もうJR 東日本も杉本さん打っていくしかないというところでの ね、うん、そうですね、はい、積極的に行って続けばお世話になりますが、まあ、結果論ですからね、はい、もう打っていくしかないですから、バッターは五十嵐。フォアボールをですね期待できるピッチャーじゃありませんしね、はい、デッドボールとフォアボールは4番の片岡に一つずつ、その他のバッターにはフォアボールは許していません。磯村、セカンドの横回り込んで、これはライナー、すくい上げました。セカンドライナーです。石塚すくい上げてこれで2アウト。磯村君も表情的にですね、まあ3回4回の時はですね、はい、かなり汗かいてたんですけどね、もうなんか汗も引いたようななんか落ち着いた表情してますからね、はい、まあ、磯村君もそうなんですけど今年からですね、まあ、キャッチャー安田君なんですけどね、はい、ここ2、3年は DH でですね、はい、キャッチャーとして守ってなかったんですけど、今年からですね印出監督変わりまして、また、はい、キャッチャーに帰りましてですね、はい、本当非常にいい落ち着いたリードしていると思いますね、ショート正面のゴロです。簡単に3人で終わりました。この回9番の川端ショートゴロ。7回の裏 JR 東日本三者凡退。さあ東芝はこれで大きく優勝に近づいてきました。6点のリードです。
1回に西郷の満塁ホームランで4点、5回の表には西郷のタイムリー内野安打と、そして小山の2点タイムリーヒット、合計7点、2つのビッグイニングを作って大きくリードを広げている東芝、優勝まであと2イニングスとなりました。では三塁側の応援席リポート、東芝の応援サイドお願いします。はい、6点リードでますますボルテージ上がる三塁側です。実はここまで快進撃を支えてきたものがあるんです。それは川崎大師のだるまです。開会式当日に応援団でお参りに行った際に手に入れたそうで、応援団一人一人が一筆ずつ目に墨を入れたそうなんです。さらに団員全員が川崎大師のお守りを身につけ応援に臨んでいるそうです。川崎大師を味方につけた東芝、このまま優勝へ向かって突き進みます。以上です。はい、三塁側から阿保由紀さんのリポートでした。東芝川崎市の代表、かつて神奈川は、横浜の日赤、そして川崎の日本交換という二強時代がありましたが、そこから今度は、東芝が台頭してきて、横浜の日赤、そして川崎の東芝、これが、県内を引っ張る形になりました。さらにそこに日産自動車、それから三菱自動車、川崎、伊豆自動車、競合、これが、しのぎを削るようになりまして、今はこの東芝、しばらく優勝から遠ざかって、今年勝てばこれが8年ぶりの優勝。バッターボックスに小山が入りました。この小山選手は日産自動車からの補強選手。この前の打席でいいところでヒットを打っています。マウンド上は岸野。三振です。これでクリーンナップ三者三振、岸野が3人を三振で取りました。ワンアウト。岸野投手もこの大会へ来てのイニング数は結構こう積み重ねられてきてるんですが、息のいいボール投げてますね。そうですね。バッターは大川原。いいボールですね。はい、はい、打ち上げてファーストの横です。いっぱいのところまで追いかけていって片岡、これを取りました。ツーアウトランナーがありません。本当にまあこうしてみると、神奈川のチームの強さというのが目立つわけですけど、はい、今日のゲームを象徴的なのは、そのさっきも話に出ましたが、力を入れるというか集中する部分と、もうここはいいかというようなところと ね、うん、そうですね、そのこう使い分け、はい、まあ、畳みかける強さっていうのはありますよね。ありますね。はい、前回の99年の平成11年70回大会の優勝の時も12対0という決勝のスコア、三菱重工長崎を破りました。それからその前の91年平成3年の62回大会の決勝戦は16対6、相手これもまた三菱重工長崎でした。ここ2度の東芝の優勝、まあ、8年周期になってきている中では決勝戦はいずれも圧勝なんですね。これがですから東芝の決勝の勝ち方だと言わんばかりの今日は試合展開ですけどね。バッターは石塚。
これも三振、変わってから4つ目の三振を奪いましたピッチャーの岸郎。8回の表を三者凡退で抑えています。8回の表まで終わって7対1、東芝の6点リードが続きます。決勝戦、これから8回の裏、 JR 東日本の攻撃です。それではあと2イニングの反撃にかける JR 東日本の応援リポート、小西さん、桜崎さん、お願いします。はい、一塁側小西です。ちょっと苦しい展開ではありますが、まだ攻撃2回残っています。まだまだここからです。JR 東日本の応援といえばおなじみ外野スタンドの一文字なんですが、今日は一文字の中に桜崎さんがいています。桜崎さん。はい、桜崎です。どこです、わかりますか。どこですかね。す J と R の間のあたりですかね。はい、はい、この一文字、実はこのような帽子とこちらの長袖の T シャツを使って作られているんです。この一文字に参加するのは JR 東日本の職員とそのご家族のおよそ700人です。そして今年はこのようなうちわやタオルを使ってより躍動感のある一文字となっているんです。いや、それにしてもね、本当に緻密で、そして内野席から見ていても本当に綺麗なんですよね。そしてこの一文字、選手からもとてもよく見えるそうで、片岡選手曰く特に守備につくときにはおおと思うんだそうです。外野スタンドも一体となって選手をサポートしています。一文字まで届くホームランが見たいです。以上、一塁側でした。はい、一塁側 JR 東日本の応援リポートでした。反撃なるか、8回の裏、この回1番からですが代打が起用されました。1番の北道に代わって松浦大輔。今日は2回、それからその次の序盤のチャンスでも代打を送り込んできた JR 東日本。いきなり4点を先制されましたから、もう攻撃の方でも手を緩めず、隙あらばというところでなんとかこうつないでいこうとしたんですが、それがまだ代打五十嵐の犠牲フライの1点だけという得点に終わっています。この辺は杉本さん、はい、やることはやってるわけですよね。そうですね、打つ手はですね、はい、しっかり打ってるんですけれども、まあ、それをですね必死に、まあ捉えてるバッテリーですね、はい、このベテランのですね、はい、打ち上げました。ちょっとスタートが受けたセンター、左中間浅いところに出てきて取りました。高く上がった分追いつけました。センターは移籍、ワンアウト。まあ、そういったその我慢強さもですね、その初回の4点っていうのが非常にやっぱり効いてますよね、はい、バッターは2番の市場。今日はまだこの1番2番というところ、今代打も送りましたが塁に出られません。ボール2つ先行、100球を超えてきましたピッチャーの磯村。104球という球数。ね、4回までの投球だと思う、はい、もうかなりもっといってるかなと思ったんですけどね、中盤の3点で非常に楽になったということでしょうね、はい、これはどうだ、レフト浅いところ、いいポジショニングでした。レフトの渡辺、2アウト。ここは磯村としてもやられたというのが分かるところ で、はい、見事なポジショニングでした。レフトの渡辺、前に登っていてこのライナー追いつきました。2アウトランナーなし。 1,2 番結局4打席回ってきて代打を含めて出られず、バッターボックス3番の平野。まだ得点を信じての応援が続きます。しかし8回の裏2アウトまで来ました。差は6点あります。
ショートへのゴロ、回り込んだ、追いついた、一塁へ、好フィールディングです。隙がありません。ショートは加藤。この回も好プレー続出。磯村を盛り立てで JR 東日本1番からの打順無得点、7対1、東芝6点リードで決勝戦は9回を迎えます。いよいよ試合は9回です。東芝が優勝に大きく近づいています。9回の表、まず先行東芝の攻撃。東芝は8番の加藤からです。先ほど代打が出ましたが、レフトには田中が入りました。これがレフトに入った田中。上の岸野が出てきてからはまだ東芝もランナーが出ません。7対1、6点差が開いて、あとはもうしっかりと守りを固めてというような感じ、雰囲気になっています。レイナはその守りでもいいプレーが、ね、出てますからね。そうですね、まあ、試合の流れですね、はい、もう本当に全ていいように回ってますね、サードゴロ正面、先頭バッターを取りました。 JR 東日本の岸野、サードゴロは石川がさばいています。JR 東日本としては決勝を戦ったという、もう一つ何か大きな財産をつかみたいところでしょうね。そうですね、バッターは9番の安田。右方向はセカンドが回り込んで追いついた、一番一塁へ送ります。一塁いっぱいに片岡が伸びてアウト、ツーアウト。岸野を盛り立てます。さあ、岸野は7回からパーフェクトリリーフですが、3人ずつでこの9回の表も終わらせることができるでしょうか。一塁側のダグアウトは堀井監督。そしてこれ磯村が9回の裏のピッチングに向けていきますが、言葉をかけているのは千葉和弘コーチ。千葉コーチも今は投げる方の登録はされていませんが、はい、コーチでベンチに入っているわけですけど、はい、一応今シーズン始まるところでの登録としては選手兼コーチ、99年の優勝を知っているという選手です。打棒爆発で決勝戦を勝ってということが多かった東芝ですが、はい、ピッチャーもみんな良かったですよね。そうですね、本当磯村君とですね、先輩も同じようなですね、タイプで、本当速球派でですね、サイド判断がですね、はい、まあ、磯村君としては、まあ、そういった同じタイプの、ピッチャーがですね、ピッチングコーチというのは非常に心強いんじゃないですかね、はい、2エンド2、バッターの遺跡を追い込んでマウンド上の岸野、三振、パーフェクトリリーフです。見事なリリーフを見せましたピッチャーの岸野。3人ずつで3イニング数を抑えました。さあ、9回の表終わりました。7対1東芝リード。いよいよ9回の裏です。第78回の都市対抗野球大会9回の裏を迎えます。東芝優勝まであとアウト3つ、1イニングスというところです。初めての決勝進出の JR 東日本、2回の裏の五十嵐の犠牲フライの1点だけ、ここまで磯村に抑え込まれてきました。9回の裏の攻撃は4番の片岡から。
まず初球ストライクです。片岡君が先頭バッターが多いですからね、本当にこれが今日の、試合の一つの象徴的なシーンでもあります。東芝は2度西郷に満塁で回って、1回のノーアウト満塁で満塁ホームラン、そして5回の2アウト満塁でショートへのタイムリー内野安打、西郷が5打点。一方のこの片岡は先頭バッターで出るシーン、これが4度目、3度目、3度出塁はしていますが、そのうちこれまでの2打席は先頭バッターとしての出塁。ヒット数もですね、7本と5本ですからね、東芝はですからあの2イニングだけでゲームを決めたというね、まあ、今大会ですね、10点取ったゲームもですね、ヒット数は多分得点と同じぐらいだったと思うんですね、ですから、まあ、その分やはり畳みかける強さっていうんですかね、集中力ですね、JR 東日本も2回の裏のノーアウト満塁というのはその畳みかけようとしたんですけどね、そうですね、代打などとそこが犠牲フライの1点だけでした。どうか粘ります。初優勝を目指した JR 東日本ですが苦戦、6点差で9回の裏。ただですね、なんとかここでですね、一瞬吹いてですね、だけの反撃したんだ、はい、あるいは奇跡が起きるかもしれません。その気持ちがつながれば 2-3 まで来ました。ファールです。三塁側の印出監督からしてみれば、逆にこのマウンドにいる今磯村投手ですか、はい、最後に東芝が優勝したその翌年に入ってきたというわけですから、この磯村投手で胴上げをというふうな、そうですね、はい、9回も締めてもらいたい、磯村を最後マウンドに立たせてあげたいという思いはあるでしょう。ストライク、その磯村、まず先頭主砲片岡を三振に取りました。ワンアウト。ここまで打たれたヒットは5本、すべてシングルヒット、長打は1本も許していません。フォアボール、デッドボールも今4番の片岡が凡退しましたが、この片岡に与えた1つずつがあるだけ。バッター中尾、本当にですね、磯村君、変身といいますかですね、本当に一皮むけましたよね。粘りです。ツーワン、磯村からしてみれば自分が入って期待されて入ってきたわけで、強いチームにそこから優勝できなかったっていうのはね、その監督自ら、低迷してた時代がありましたからって言ってたところにいたわけですからね。この打球は大きい、右中間へ伸びていく。中尾の打球がフェンスを越えました。中尾の大会43号ソロホームランで9回の裏、 JR 東日本が1点を返しました。7対2。この試合で磯村が初めて許した長打、 JR 東日本1点を返して、それでもまだあと5点、5点差はありますが、このホームランで、もう一度そのホームラン、高めの球ですが、思い切って振りました。そうですね、中尾選手は今大会の初めてのホームラン、1点を返して7対2として、ここでマウンドには井出監督が行きました。5点まだあります。バッターボックスには沢、
まあ、なんとかですね、サードにつないでいきたいですね、まあ、今日タイミングは非常に合ってますんでね、はいはい、気はいいバッターです。2安打しています。外いっぱいに決まりました。今日が近づいてきています東芝。ピッチャーの上、二遊間センターへ、反撃は続きます。ワンアウト一塁。今日澤は3本目のヒット。チームのヒット数はこれで両チーム7本ずつで並びました。バッターボックスにはキャプテンの石川、先発した斉藤も見つめます。一塁側のダッグアウト、大応援団が盛り上げます。一塁側バッターは石川です。初球を打ってきた、センターの左へライナー、これは間に落ちた、ヒットになりました。ランナーは三塁二塁。優勝を目前にした東芝に JR 東日本意地の反撃。中尾のホームランをきっかけにして磯村をどうやらマウンドから引きずり下ろします。ここへ来てその執念というか集中力というか高まりましたね。素晴らしいですね。こうでなくてはという9回の裏の反撃。さあそれに対してどう対処するか。ついにここで磯村を諦めます。127球。でもこの決勝戦1回に4点をもらって2回のピンチを切り抜けてゲームをしっかり作りました。見事な投球でしたね。そうですね、まあ、本人としてはですね、まあ、悔しいでしょうね、はい、ここでこの点差でですね、完投できなかった、まあ、ただ、はい、このプレッシャーの中でですね、はい、よく本当に投げたと思います、はい、ここまで投げました。そしてピッチャーの交代、2番手は背番号18番の木戸。この木戸選手は6年目、他のチームに補強をされて優勝経験をしたという選手でもありませんから、こういうところでのマウンドというのは初めてなわけですけど ね、まあ、点差は5点あります。ただランナー3塁2塁でJR 東日本の方もつないできています。JR 東日本としてはこちら監督としては準優勝の経験のある堀井監督ですが、それ以外のコーチも監督も選手も優勝決勝戦というこの大舞台大舞台の経験がありません。なんとか粘って接戦でということを浜岡コーチは語っていましたが、今5点差。一方三塁側のダッグアウトは優勝を目前にした印出監督。前回優勝の時はキャプテン、今回は監督としてチームを8年ぶりの決勝戦まで持ってきました。オール神奈川の東芝。9回ワンアウトランナー三塁二塁、 JR 東日本の反撃。バッターボックスには五十嵐が入るところです。初球を打ってきた、ライト浅い守備の後方、ボールが伸びていく、これはそのままスタンド。今度はスリーランホームラン、3点を返しました。7対5、差は2点。これはまだ分かりません。五十嵐選手の思い切りの良さ。そうですね、満塁で2回代打に出されて初球犠牲フライには終わりましたが、はい、初球でしたし、ここも今1球目ですもんね。大会44号のスリーランで差は2点。さあ
この都市対抗野球史上に残る9回の奇跡が起きるのかどうか。まだワンアウト、バッターは9番の川端。ここまで苦しんできたバッターの一人です。そういう選手に出るとまた流れが変わってきますが、ノーツー、これは2点差になったということになると、はい、まるでそのマウンドにいるその投げる意味が違ってきますよね。違ってきますからね、本当にもう一人も出せないという、一人出すとホームランで同点。ノーツー、打球カーブを見せました。キャッチャーの安田落ち着いてますね。自分が入るところでカーブを要求、ストライク一つ、ワンツー。ここも変化球、こう JR 東日本は追い上げムードとはいえもうあとはありません。あと2つアウトを取られる前に2点取らなければいけないという9回の裏。外を振らされた、空振り三振、これで2アウト。追い込まれました。しかしまだ試合は終わっていません。東芝の優勝か、そして JR 東日本の大反撃、追いついてあるいは逆転か。9回の裏の攻防、代打斉藤が起用されます。代打は斉藤達則、明治大学出身2年目、これから伝統を作るという JR 東日本の若い2年目の選手。初球はバットの先です。よく振りましたね、これ1球目で。こういう場面でですね、昨日もですね、いいところでヒット打ってますんでね、方向ライトへ上がったフライ、追いかけていく、まだ切れていく、ファールボールです。これでしかし2ダッシングになりました。マウンド上は2番手の木戸。東芝優勝まであとアウトは1つ、ストライクカウント1つで優勝です。先発をした磯村、満塁ホームランで援護した西郷、ミスター社会人が1塁を守ります。大当たりの平馬、東芝の守り今日ここまで鉄壁。9回2アウトランナーありません。 JR 東日本、あとはアウトカウントは1つまで追い込まれましたが、最後の必死の応援です。大応援団の一塁側、もちろん一塁側と三塁側の応援席の入りは五分です。その大観衆の中での決勝戦、2点差、9回裏ツーアウト、これなんとか出たいですよね、市場君までもう一つ、まあ、はい、そうですね、面白い場面が見たいところですが、ボールです。ツーアン、さあ次の1球で決まるか。4球目見た、続いてみました、バッターの代打の斉藤、2エンド2です。あの初球振ったことでですね、まあ、本当落ち着いたんじゃないかなと思いますよね。今のボールなんか本当よく見ましたよね。優勝の瞬間に飛び出そうとしている三塁側のダグアウト。2エンド2まで来ました。9回の裏2アウト、引っ掛けたファールです。9-1球に歓声とため息、決勝戦の大詰めらしい雰囲気、そこからもう一つ奇跡を起こせるか JR 東日本。6球目ボール 2-3、はい、バッテリーとしてはですね、今のボール引きずらないことだと思いますけどね、7球目低めいっぱい、ストライク、
芝優勝。神奈川の総合力、優勝経験者を豊富に備えた川崎の見事な優勝、東芝8年ぶり6回目の優勝です。最後は木戸の渾身のストレートが低めいっぱいに決まりました。粘る JR 東日本を退けました。磯村が初めてこのユニフォームで味わう優勝の味。東芝の選手のほとんどがこのユニフォームで初めて優勝を味わいます。それは東芝の新しい伝統にもなるはずです。そこにはここまで神奈川を支えてきた社会人の優、西郷、小山、そして渡辺、こういった選手の活躍がありました。神奈川がまた東芝に一つ伝統の力を受け継がせて、神奈川の野球の強さを見せつけて、歴史をまた一つ積み重ねました今年の大会です。あと一歩届きませんでした東京都 JR 東日本。初めて決勝に駒を進めた選手ばかりでした。もう一歩届きませんでしたが、これも大きな経験です。東京の新しい野球の歴史が始まるかもしれないという JR 東日本の準優勝です。スタンドが両チームのチームカラーで埋まった今日の東京ドーム、第78回の都市対抗野球大会、優勝は川崎市東芝、準優勝は東京都 JR 東日本でした。最後は杉本さんらしい雰囲気の中 で、ね、本当に非常にいい粘りを見せましたね、JR はですね、まあ、本当はあのポテンシャルって言いますか、はい、あの本当、潜在力を能力をですね、感じさせる本当試合だったと思います、はい、それにしても、まあ、その繋いで繋いで真ん中でなんとかっていうようなのは、もうとにかくどのチームも考えるパターンではありますが、はい、それが1回にあそこまで積み重ねられていって、はい、で満塁ホームランを打ってしまう最後っていうのは、そうですね、すごい選手ですね、やっぱり ね、ああいう選手が4番にいるっていうことで、その前を打つバッターの意識っていうのも決まってくるわけですよね。そうですね、今日はあの両チームの応援団スタンドは外野席まで埋め尽くしましたので、普段は、まあ、あの内野スタンドにしか応援団がいない場合にはここまで行ってあの挨拶ってことはないんですけど、そうですね、はい、これも今年のこの決勝戦、スタンドを両チームの応援団が埋め尽くしたからこそのシーンです。印象的なシーンです。あの私もあのドームになってですね、はい、これだけお客様が入ったの初めて見ました、はい、まあ、本当その中でですね、はい、東芝 JR 試合両チームの選手はですね、試合できたこと本当非常に僕は羨ましく思いますよね、はい、そうですね、まあ、予選に非常に厳しい関門が待ち構えている両方のこう予選のブロックですけれども、特にこの、神奈川の方は今年は去年の準優勝チーム、去年まで2年連続の準優勝チームと一昨年優勝したチームが両方敗れるということがあって、もう予選を勝ち抜くだけでも大変というようなところから第一代表、ただ逆に勝ち上がったからにはものすごいチームができるというこの見本ですね、はい、まあ、それが都市対抗のですね、都市対抗野球のそれが特徴ですからね、東芝応援団も選手と一体になって、優勝の喜びを大きく爆発させたところで、さあこの後は、優勝インタビューをお送りしたいと思います。放送席、放送席、見事優勝を勝ち取りました東芝の飯手監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。まずは今のお気持ちを聞かせていただきましょう。いや、もう嬉しい、ただその一言ですね。本当に応援ありがとうございました。最終回相手粘りました。
終わってみれば7対5、試合が終わった瞬間は監督からガッツポーズも飛び出しました。どんな気持ちでベンチでいらっしゃったんですか？いや、まあ先にいい点数を取れて、6点リードという形で進めてはいたんですが、まあ、いつ、追いつかれるかといいますか、いつ攻められるかという、まあ、その辺は結構ヒヤヒヤしながらはベンチにいましたので、まあ、本当に最後、まあ、磯村、木戸という、うちのピッチャーがですね、踏ん張ってくれて、なんとか逃げ切ることができました。東芝の優勝は8年ぶり、はい、これは印出監督が現役最後の年99年以来、今度は監督就任1年目で掴んだ優勝です。お気持ちを聞かせてください。まあ、監督になって初めての年でこういった形、こんな素晴らしい選手に恵まれたことを本当に、幸せに思います。まあ、これまで、7年間ですか、優勝を期待されながら苦しい間、頑張り続けてきた選手がですね、やっとここで、花開かし、開いてくれたのかなと、本当に今までの選手の頑張りに本当に、そういった選手と野球ができたことを幸せに思ってます、はい、その選手たちスローガンに掲げたよみがえれ赤い軍団、まさに復活しました。選手たちにはどんな声をかけてあげたいですか？もうよくやったということしかないですね。よみがえれ赤い軍団というスローガンで今年スタートしたんですが、まあ、それも選手がなんとか自分たちで強い東芝を作りたいというその思いです。ですからそれをこの東京ドームで実践してくれたというのは本当に嬉しい、それだけですね。本当に選手はよくやったと思ってます、はい、そしてもう一箇所赤い軍団がいます。ご覧ください、3階そして外野まで真っ赤に染まっています。最後まで応援し続けてくれた皆さんに一言お願いします。本当に選手がここまで、のびのびと自分たちの、野球ができたのを、スタンドにいる皆様の応援のおかげだと思ってます。本当に、5試合応援ありがとうございました。おめでとうございました。印出監督にお話を伺いました。そしてチームの優勝に大きく貢献いたしました磯村投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後ちょっとヒヤッとする場面がありましたが、今のお気持ち聞かせてください。いや、もう優勝できて最高です。8年ぶりの優勝がかかったこの一戦、どんな気持ちでマウンドに上がられたんでしょうか？いや、もう優勝を目指すのはもちろんですけど、もう一球一球勝ちを信じて投げるだけでした。今大会磯村投手3勝目となります。この第78回大会、どんな大会でしたか？いや、本当に3勝もうすごい打者陣いいメンバーいるんで、3勝もさせてもらって本当嬉しいです。打線が奮起しました。メンバーにはどんな声をかけたいですか？いや、本当ありがとうございます。そして今拍手が鳴りやりません。ファンの皆さんにお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さんのおかげで優勝することができました。本当にありがとうございました。おめでとうございました。見事8年ぶり6度目の優勝を果たしました東芝の監督、そして選手の喜びの声をお伝えしました。放送席お返しします。はい、優勝インタビューは印出監督とそして磯村投手でした。1999年以来、平成11年の70回大会以来の優勝ということで、また8年ぶり8年周期の東芝という、またこのジンクスができそうです。ですから、まあ今年優勝できなければ東芝としては初優勝以来一番優勝から遠ざかってしまうということになったわけですが、そこで踏みとどまった、就任1年目の印出監督なわけですけども、ね、予選で強豪チームが敗れて、補強をしっかりとできてクリーンナップにこれを据えられたっていうのも、なんかそういう印出監督は運を持ってる監督なのかもしれませんけど ね、そうですね、羨ましいですね、本当に。でこれで東芝の伝統がまたつながるわけですね、はい、という東芝の優勝、これで、1988年、昭和63年にこの東京ドームに都市対抗の舞台が移ってから、これで20回目の戦いということになったわけですが、その20回中11回神奈川のチームが優勝、東芝はその20回の中でこれで4度目の優勝ということにもなります。東京ドーム4度目の東芝の優勝です。
三塁側のダッグアウトの前、まだ歓喜の輪が続いているところです。今三塁側のスタンドでは東芝の社歌が応援団、社員の皆さん高らかに、斉唱しているところです。今日は1回とそれから5回のビッグイニングで一気に畳みかけて東芝が勝負を決めました。ただ JR 東日本も9回の裏の反撃がありました。それではその決勝戦ハイライトでご覧いただきましょう。斉藤隆投手の立ち上がりを攻めて1回の表の東芝はノーアウト満塁としました。移籍フォアボール、エンマヒット、渡辺フォアボールで最後ワンツーからの4球目、見事なスイング、歯を食いしばって振り抜いたという打球が右中間スタンドへそのまま飛び込んで大会42号、西郷自身は12本目のホームラン、先制の満塁ホームランで4点。神奈川優勝のシーンにはいつもこの人がいます。2回の裏 JR 東日本の反撃はノーアウト満塁から石川凡退の後バッターが五十嵐、代打の五十嵐を早くもこの2回の裏に送ってきました。その五十嵐が初球を打ってレフトフライ、磯村から1点を返してまだ反撃、これからというそういう状況を JR 東日本も作ります。しかしその後なかなか攻めきれませんでした。2回続いたチャンスは9番の池田がショートゴロに倒れます。3回それから4回とチャンスをつかみながら得点なしで、5回の表今度は東芝がまた満塁のチャンスを迎えます。ここでも3番の渡辺がフォアボールで西郷につなぐという流れ、ツーアウト満塁でこの辺りショート打ち取った打球だったですが、センターからセカンドの守備に入った市場のベースカバーが遅れました。結局ショート一塁に送らざるを得ずに内野安打、さらにその後小山にも2点タイムリーヒットが出てこの5回の表は3点、7対1、6点差としてほぼ勝負を決めます。ただまだその後の JR 東日本の反撃次第ではというところではありました。8回の裏1番から始まる打順、代打を松浦大輔を送ってきましたが磯村がセンターフライに打ち取ります。その後は2番の市場、3番の平野の打球、まずこの市場の打球はレフトの渡辺、ポジショニングからのランニングキャッチ、そして3番の平野のこの打球はショート加藤のファインプレー、こういったプレーもあって3人で8回を終えます。9回の裏アウト3つで優勝というところまで来たピッチャーの磯村、片岡を三振に取ってワンアウトの後中尾反撃の一打、右中間スタンドへホームラン、これで7対2、差を5点としました。その後沢石川連続ヒット、ランナー2人出してピッチャーの磯村をノックアウト、そして軌道を引きずり出しましたがその軌道から犠牲フライで打点を上げている五十嵐が右中間スタンドへスリーランホームラン、これで7対5、もう一人ランナーが出たら一打ホームランで同点という場面でしたが、今度は逆に木戸がその後の池田を三振取ってツーアウト、そして1番代打の斉藤を最後は見逃しの三振に打ち取りました。東芝最後は木戸がマウンド上で大きく両手を広げて優勝の喜びの輪ができました。7対5、東芝が JR 東日本を破って6回目の優勝を決めています。最後は2点差まで詰め寄ってヒットの数では JR 東日本が東芝を上回りました。4番を打っていた片岡選手、試合終了後応援団に挨拶をするシーンでの涙というのもありました。悔しい準優勝ではありますが、 JR 東日本も今年はここまで非常にいい形で勝ち上がってきて、やっぱり都市対抗で一つ勝ち上がってくるパターンというのができてましたね、このチームはね。そうですね、本当に去年ベスト4と、はい、で今年は決勝までというふうな形でですね、階段を、着実に上ってきているのかなと、はい、ですから東芝の方はですね、はい、オール神奈川といいますか、本当に、結束力の強さ、またベテランがですね、はい、いい活躍をしたというふうなところですけど、はい、まだ一方ですね、はい、JR の方はですね、本当に非常に、将来性を感じさせる、本当にこれからですね、強くなる、はい、可能性を本当に秘めたチーム、はい、本当にいいチームだったと思います。そうですね、はい、
優勝経験という意味では本当にもう神奈川に勝るところはないわけですから、はい、今回もその差と言ってしまったらもうこれでおしまいということになってしまいますが、東芝の自チームの選手も JR 東日本の選手も、それからJR 東日本に補強された NTT 東日本の選手も割と同じ世代の選手は多いんですよね、うん、そうですね、これからという選手も結構いるんで、そういった選手にとってみればこれからその自チームをより強くしていって伝統を築き上げるかという勝負にお互いになってきますよね。そうですね、一時期ですね、東京のチームがですね、はい、プリンスホテル熊谷組、朝日生命、はい、まあ、スリーボンド等々ですね、はい、キューブというような形で、チームが少なくなりましてですね、はいはい、でやはりそうなりますとやはり地域的にですね、やはり少しレベルが落ちてしまうと、はい、でここへ来てですね、JR、NTT、でまた、鷺宮と、はい、非常に強いチームがですね、出てきて来てますんで、ね、はい、でそういった意味では地域がですね活性化されて、はい、やはり地域が強くなると、でそうすることによって、都市対抗の優勝っていうのがもっともっと、神奈川のようにですね、はい、近くなるんじゃないかなと、はい、東芝、すみません、東京がですね、黄金時代迎えるのもですね、はい、そう遠くないんじゃないかなと、そういうふうに、予想しますけどね、はい、そういうこうきっかけになりそうな今年の JR 東日本の準優勝ということです。この東京ドームになってからの都市対抗、神奈川が20回の大会のうち11回優勝ということをお伝えしましたが、それ以外ではどこが優勝しているかというと、大阪の日生が2度、あとは東海地区のヤマハ、ホンダ、鈴鹿、河合楽器、王子製紙、このうちの、まあ、河合楽器はもうチームがなくなってしまいました。それ以外は東京プリンスホテル、これもチームがなくなりました。埼玉のホンダ、それから東北、秋田の TDK ということになって、まあ、打倒神奈川はどこが果たすのかというのはもう都市対抗の永遠のテーマでもあるわけですけどね、圧倒的に今その東京ドームになってからの、神奈川の優勝回数の方が、その他の、地区の代表の優勝回数を上回ってきてますんで、早くそれに他のチームが追いつけ追い消すということになってくれば、またこの社会人野球の活性化にもつながってくると思います。今日はこの JR 東日本対東芝、決勝はこれから閉会式が行われますが、慶応出身の監督同士の対戦でもありました。慶応出身の堀井監督、まあ、印出監督の大先輩にも当たるわけですけれども、結局この監督同士の対戦は、慶応出身の監督同士の対戦は後輩の印出監督の方に軍配が上がって、また堀井監督は前回の三菱自動車岡崎の時代に続いて準優勝と、この堀井監督の執念、まだまだ年齢的、今大会はちょっと体調を崩されましたけれども、年齢的にはね、まだまだこれからというような年齢ですから、この悔しさをまたぶつけていってほしいですね。そうですね、はい、さてこれから表彰式です。今年は本当に接戦、大熱戦が多かった年対抗、社会人野球の面白さ、野球の面白さを感じさせてくれた大会でもありますが、決勝をものにしたのは伝統の神奈川、総合力が東京を上回りました。その神奈川のチームにこれから表彰状とそれから黒字式が渡されます。まず東芝、優勝の東芝に表彰状が贈られました。
そしてこれを目指して戦っています。社会人野球念願の黒字式、8年ぶりに東芝の元に渡ります。続きまして日本野球連盟会長、さらにこの後表彰が続いていきます。今度は日本野球連盟杯、今日は先発した磯村、2000年の入社ですので1999年の優勝を知りません。それから、キャッチャーの安田選手、あるいは打つ方では大活躍した平間選手、この辺は、最初にもご紹介しましたが、1999年の東芝の優勝の時にはまだ東芝府中にいた選手、東芝府中がその1999年を最後に、野球部の歴史を閉じました。これも考えてみれば東京のチームなわけでね。ああ、そうですね。その東京の東芝府中から移っていった選手が、平間とそれから安田が今大会非常にこういい働きを見せて、でこの川崎の東芝で初めて優勝を経験したということになるわけですから、ちょっとそういった意味では東京からすると複雑な感じもするんですけどね。で西郷が映っています。まだまだ今大会 の西郷選手の動きを見るとこれ20年っていうようなところまで行くんじゃないかなっていう雰囲気はありますけど ね、今磯村選手が表彰の中に加わって今表彰のカップを受け取ったところです。まだ35歳ですよね。ですから、まあ、プロで言えばですね、まあ、まだまだ、たくさんやってますんでね、高校出身で17年目、1972年8月の30日生まれの西郷選手ですから、いつもだいたい都市対抗が最近はこの8月の末から9月というところで行われますので、出ていればその都市対抗野球本大会の中で誕生日を迎えるという西郷選手ですが、これだけでも確かに苦しい厳しい2004年も経験していますけれども、これだけ都市対抗で決勝戦で活躍をして、で優勝のシーンを味わっている選手というのも少ないですよ、本当にね。そうですね。まあ、ただそのやはりですね、まあ、この晴れ舞台に出てきた時の活躍はですね、当然なんですけれども、やはり年々ですね、マークはきつくなるし、やはり体力的にもですね、やっぱり落ちていくのは当然です、ね。でまたその逆に期待は大きくなるし、まあ、そういった意味でのまあ、ベテランになればなるほどですね、都市対抗野球するのは非常に苦しい、その中で頑張ってる西郷っていうのがすごくですね、本当に、応援したいですよね。今大会で12本目のホームランを放ちました。12本というのは東芝の大先輩の丹波健二選手の12本に並んで都市対抗野球の通算ホームラン記録としては史上2位タイの記録ですが、ちなみに1位は杉山さん、杉山浩一さん、新日鉄名古屋にいらっしゃった方ですが、14本というのが記録です。ただ今木のバットの時代になってますからね。そうですね。丹波選手は1大会で9本というのがありますから、この西郷選手が積み上げてきた12本というのも非常に大きな記録だろうと思います。まだまだ先を楽しみに、その13本になるのか14本になるのかっていうのを来シーズンも来年の都市対抗でも見たような気がしますね。あ、そうですね。表彰式に今列の中に並んでいらっしゃった堀井監督ですが、どうやらやはり体調優れないようで今ベンチの裏の方に引き上げていかれました。そうですね。そういう中で戦って決勝、これ堀井監督も大変だったとは思いますけれども、選手はその堀井監督の姿に応えてよく頑張ってきました。そうですね。まあ、選手にはその思いは多分あったと思うんですよね。まあ、ですから最終回のですね、攻撃につながったと、そういうふうに思うんですけどね。まだまだ優勝チームへの表彰が続いていまして、準優勝チームへの優勝、表彰はこれからです。そのシーンも一つご覧いただこうと思っていますが、どうやらこれで、今優勝東芝への表彰が終わったようです。
まだ悔しそうな表情は残っています。片岡、続いて準優勝東京都代表 JR 東日本代表3名は準優勝の表彰、代表は3人の選手です。同チームには日本野球連盟会長松田正武から賞状が授与されます。表彰、準優勝東京都代表 JR 東日本の第78回都市対抗野球大会において当初の成績を収められました。決勝戦では惜しくも敗れ、頂点に立つ夢と希望は叶えませんでしたが、最後まで卓球を追い続けた悪なき姿は数々のドラマを生み、多くのファンに感動を与えました。都市の代表として全力を振り絞った選手、応援団に感謝するとともに、ここにその栄誉を称えます。平成19年9月4日日本野球連盟会長松田正孝、毎日新聞社社長北山さん、今賞状が送られました。まだこの賞状の読み上げが続いているところで、片岡選手がもう一度目に涙というシーンがありました。それだけ悔しい思いがまだ残っている、そこまでやったという思いがこうね伝わってくるんですけども、これはきっとまあ本当に次の JR 東日本の財産になっていくはずです。そうですね、はい、はい、そして今白字式が授与されました。続きまして大塚製薬賞としてポカリスエット20ケースとソイソイ6ケース、まあ、東京のチームは本当に先ほどあの杉本さんからお話ありましたけども、優勝経験をして今まだそのチームがあるというのがNTT 東日本、元の電電東京だけで、はい、戦後になって優勝を経験した熊谷組、それからプリンスホテル、いずれももうチームなくなりましたし、それから、準優勝したシダックスもなくなってしまいましたから、そうですね、そういう意味で言うとこの JR 東日本には、うん、逆にこれ本当につないでいってもらわないと困るという責任はかかりますね。そうですね、まあ、ですから、まああの今大会ですね、鷺宮が、はい、ベスト4、で、JR が準優勝と、はい、まあ、この2つがですね、抜けましたのでね、はい、まあ、後のチームはですね、この2つのチームを破るためにですね、はい、まあ、そういった意味で切磋琢磨してですね、はい、そうすることによって、東京のレベルが上がっていくと、はい、そういうふうに、信じてます。はい、磯村秀人選手です。今橋戸賞の発表がありました。最優秀選手は磯村投手です。今大会は1回戦の七十七銀行戦、準々決勝の松下電器戦、そして決勝の JR 東日本戦、3試合に登板して3勝を挙げました。東芝で入社して初めて味わう優勝、そしてそこでこの橋戸賞、最高の栄誉を獲得しました磯村選手です。そして今度は関東賞、久慈賞、東京代表 JR 東日本の片岡翔吾選手です。関東賞、久慈賞は片岡翔吾選手です。これも文句のないところでしょう、うん、そうですね、はい、4番バッター大活躍でした片岡。悔し涙は明日につながる涙になるはずです。橋戸賞を獲得した最優秀選手の磯村選手、1977年8月9日生まれ、そして今久慈賞、関東賞を獲得した片岡翔吾選手、78年の1月23日生まれということで、学年でいうと一緒、今年が8年目という、日大と、それから磯村選手は愛知学院大学、同期生、ね、同年の選手でもあります。その2人が今
共に戦ってそのチームの中での、まあ、MVP と言っていいですね、うん、そうですね、最優秀選手とそれから敢闘賞というのを獲得しました。それから、小野賞、これは大会を通じて顕著な活躍をした、見せたチーム監督それから選手、これを問わずに贈られる特別賞ですが、鷺宮製作所チームです。西見社長ですね、これはね、そうですね、鷺宮製作所の、はい、もうこの社長の熱意で、このチームがずっと歴史を続けてきたわけですが、初めての準決勝進出だったんですよね。そうですね、あの2回戦の壁を、はい、突破してですね、一挙に、ベスト4までと、はい、これもですから小野賞、今大会の活躍が目立ったところでの表彰でした。そして首位打者賞は平馬、この平馬選手が18の11、そうですね、打ちまくったことでこれがいかにその 3、4、5 優勝を経験している3人に回すところでの相手へのプレッシャーになったか、そうですね、まあ、本当に、まあ、今ですね、はい、あの2番バッターっていうのがですね、非常にキーポイントになってるんですけど、本当にそういった意味では2番としてですね、非常に機能しましたよね、はい、今日の試合でも両チーム結局この試合決めたのが西郷の満塁ホームランでしたが、1、2番というところではね、はい、その明暗がくっきり分かれましたからね、そうですね、はい、西郷選手には打撃賞が贈られるという、今その表彰の模様をご覧いただいています、はい、次に株式会社東京ドーム取締役専務執行役員営業本部長門脇照彦から東京ドーム杯が贈られます。優勝した川崎市代表東芝の皆さん、おめでとうございます。皆さんのチームは大変高いレベルの攻撃、守備、投手力で見事8年ぶり6回目の優勝を成し遂げられました。準優勝の JR 東日本の皆さん、初戦から安定した試合を進めて初めての優勝戦に臨み、今日の優勝戦では
大差の試合かと思われたものを9回にあれだけの迫力で接戦に持ち込んだ、この完投ぶりを称えたいと思います。今年の大会は例年以上に観客の数が多くて大入りが何試合もありました。特に本日の決勝戦はスタンドすべてをうずめる大応援団によってまさに都市対抗野球の醍醐味を演じていただきました。応援団の皆さん、観客の皆さんに心から感謝いたしたいと思います。来年もまたここ東京ドームでお目にかかることを楽しみにしております。この12日間本当にありがとうございました。